クヤボ、ポークという名前でですね、今現在開催している川西アートプロジェクト WITH の出展作家3人をお招きして、ちょっとバックヤードでですね、まあ、まさにバックヤードという名前にふさわしい裏話とか、まあ、作品の背景とか作家の活動の、まあ、あのいろんなエピソードみたいなのを聞いていこうかなというふうに思って、このトークイベントを、開催することになりましたよっ。すごい3人とのミスですね。めっちゃミスやな。ね。まあこれバックヤードということでちょっと、まあ、あのご愛嬌ということですね、はい。まあ、こんな感じで、まあ、むちゃくちゃバックヤードの暗いところで、今ライブ配信してるんですけど、暗いですね。すごい、ね、連休ないしな。でこれは、まあ、実はギャラリー川西っていう、まあ、今回 の, あのアートプロジェクト WITH の展示会場の一つの、まあ、裏倉庫なんですけど、まあ、やっぱりこういう努力、まあ、実はねこういうふうに伝統を何個か抜いてるんですけど、まあ、これもやっぱりね電気代を、まあ、節約しようというこの川西市の、はい、素晴らしいあのあの努力精神が、まあ、あってこそ、まあ、プロジェクターもすごく綺麗に入るという一石二鳥の状態でございます、ね、ということで、まあ、今回あの川西アートプロジェクト WITH に出展いただいている、3人を、まあ、簡単にですけども、ご紹介していきたいなというふうに思います。まずこちら、素晴らしい、マスクをされているこちら、エコロジカルアーティストの高田雄平です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。高田さんの作品はもうすぐそこですね、ギャラリー川西の中で展示している。そうですね、もうこのすぐ裏でやってますね、はい。で高田さんの作品は、まあ、去年、10月に川西の藤の木三角広場というところで、まあ、一般の、まあ、そんなって言ったらもっと言ってるじゃないですか。まあ、なんか展示会の企画とか、うん、現代美術チックなこととか、なんか文章書いたりとか、なんかいろんなことやってますね。そうですよね。むちゃくちゃなんかあの、まあ、現代アートにおいてもなんかすごく文脈を読み取ったりとか、まあ、作品に対する自己解説もすごくお上手な方。なんか実践となんかこうボーダーラインというか、ちょうど境界線にあるところのアキテナントで、まあ、展示していただいている。はい、そうです。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、まあ、今回ちょっと、まあ、人数をちょっと3人だけに、絞らせていただいたんですけども、まあ、他にもいっぱいいろんな作家さんが、計15名、川西市内 の, あの至る所で展示してるんですけども、まあ、今回ちょっと申し訳ないんですけども、まあ、3人ちょっと厳選させてもらいまして、まあ、3人のいろんなエピソードであったりとか、まあ、作品のこととかをお伺いしていくということで、今日は進めていこうと思います。じゃあまず初めが、まあ、高田さんのことを、ね、知らない人いないんちゃうかなっていうぐらい、まあ、いろいろいろんなところで神戸を中心に関西一円、まあ、海外でも活動をむちゃくちゃされてる方なんですけど、まあ、それのちょっと、まあ、早速なんですけど、この辺とかは多分海外の作品だったんちゃうかなと思います。残念、これ神戸。あ、神戸でしたっけ。これはキート会館ってところでやったそのエーデグループ展覧会で、うん、でキートっていうのはその宝石とかやってたところのところでやってたんですけど、うん、まあ、こう会議室というか事務所やったところを数分後ぐらいあるので、うん、まあ、25メートルプール以上の広さなんですよ。それを新聞で埋めて、はい、やりました、ね、で窓とかも全部埋めて真っ暗にして、はい、ほんまたくさんの水分に使いながら大きい。これ、ここの手あるじゃないですか。はい、この中にあのロッカー入ってるんですよ。え、ロッカー？ロッカー。ロッカーは？あの縦長のロッカーを軸にして、手にして。で、会社で出てらしたらなんか見えるようにしてて。なんかこれはほんまでかいから、もう何週間かけてずっと新聞つなげてやってたかな。もうほぼ滞在というか。そう、大変、うん、夏休み、夏、ね、冷房なしでこのとこやったからすごい暑かったもん、まあ、しかも締め切りでね。そうむちゃくちゃ暑い、まあ、結構、高田さん、まあ、どんどん出てくる作品見てもらったら分かるんですけど、結構、まあ、廃材を利用した作家さんでして、まあ、主に、まあ、廃材という人くくりにしても、
新聞紙が僕の中では個人的には対応されてるのかなと思って、新聞が多いですね。まあ主に新聞紙ですね、うん、でいろいろ廃材を手に入れたらそれで何か作ってみようという感じなんで、うん、メインは新聞紙とか、うん、やっぱり高田さんというのは、まあ、理由でこれは、一昨年ローマに行った時に作った作品なんですけど、はい、まあ、頭は日本で作っていったんですけど、体はその現地の人と一緒にワークショップしながら作っていって、でこの場所があのローマにあるマムっていうところの現代美術館になってるんですけど、まあ、それにはちょっと所蔵させてもらってるんで、現地行ったら見れます。なんか個人的に高橋さんのこの作品のエピソードなんですけど、この主演に関わるこのなんかミュージアムというか美術館の話なんかちょっと聞きたい。ああ、この美術館面白いのが、もともとは廃墟でハム工場やったかな。ハム工場、ハム工場で、その上にあの移民の人たちが住み着いて、まあ、不法でこう滞在して住んでるっていう、でそれが向こうで一つの文化としてあって、で誰も住んでないところに住んでて、大体立ち退きは合うけど、その不法でこういる中でずっと住んでるからっていうので、あの立ち退きできないっていう、でその中でそれをもっと強制的に強くするために、ここを美術館にした壁っていうのが、壁という壁に作家さんが絵を描くんですけど、でイタリアとか、まあ、その近くの国の人たち、まあ、僕らも協力はこうやって作品でしてるんですけど、600人ぐらいの作家さんが絵を描いたり、作品を起動したりしてて、だもう完全なほんまに美術館なんですよ。1日で見るのも大変なぐらい数あるんで、はあ、それがコレクションとして寄贈されて常に壁面とかに書かれてる。いや、これもそうだし、だから これも作品やし、だから全部がそうなって、ずっとどの壁面にも全部作品がある。へえ。でその住民の人たちは、土曜日だけ美術館として開けて、で、一応入場料と、で食堂がオープンしてて、土曜日だけ見える美術館としてオープンしてます。なかなか面白くて。面白いですね。なんか自由度も高いですかね。なんか美術館というと、ね、ちょっとこう、空間的というか、なんかこう、ちょっとこう、入りづらいというか、敷居が高いイメージがあるんですけど、結構市民に開放されたら、そう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 。だから面白いです。だから本当、ここの住民の人たちはね、その移民としていろんなとこから来てる人も多いと思うんですけどね。そういう文化は日本にあんまないから、面白かったです。なんか確かにそういういろんな人たち、バックボーンを持っている人たちが、まあ、流入して、その人たちが、まあ、混交するというか、交流を深める中で、お互いの、ね、なんか独自の発想をどんどんこうアウトプットしていって、それが蓄積していくことによって、まあ、一つの文化体験になるというか、なんかミュージアムって言って、なんかこう限定的なものではなくて、いろんなものを蓄積して、なんかそれがこう市民に開放されたギャラリーとして、なんかこう地域のアイデンティティにもなるという、顔になっていくっていうのが面白いプロセスですね。この中でも本当にいろんな論争とか、そんなのやっぱね、市の側からしたら綺麗にしたかったりもあるし、でもこれを文化的に残そうという動きも、常にその競り合いはあるみたいな。なんか松本さんの一言ありみたいな。アトリエみたいなのですよね。見た目の美術館があるというか、なんか展示室がそのまま置いてあるみたいな、なんかオープンアトリエみたいな雰囲気なのかな。だからみんながこう来てライブペイントして、それで作って、それがどんどん広がってっていう感じだから、まあ、歩くだけでそこら中の壁が絵描いてあるから、すごい。なんかカフェとかもそのギャラリースペースの塔の中にあったりするってこと。うん、そう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 。でワークショップもできたりもするし、そうそうそう。まあそこのここの人と仲良くなってるから、いろいろできるっていうのもあって、パフォーマンスしたりワークショップしたりして、常になんかツアーみたいな感じで土曜日はやってはって、まあ、2人ツアーのコンタクトをやってるそのアーティストさんがいはるんだけど、まあ、その人が全部説明してくれて。だから予約制でツアーはずっとできる。なんかね、いや、なんかここばっかり深掘りしたなみたいな。なんかこう、どうやって収入、土曜日だけ開放して、一般の人の入場料収入を得て、それだけでギャラリーというか。いや、
だからここ自体は不法やから元が0円に、はい、ああ不法やからそうそうそう、あ、それも市が買い取ってる、買い取って、だからここの元々はもういなくなってるからどこの持ち込みじゃないし、でも市は管理してるとか、はいはい、でもお金的には誰も払ってんだよでも水道代とかはそこ聞いてないけど多分払ってるとは思うね、さすがに、うん、その土地代は家賃がどうとか多分ないはずだから、まあ違い保険かもしれないですけどこういう、まあ、なんかアンタッチブルなところに触れそうなんですけど、やめてくださいこの辺はこの辺はそうですね、芦屋画廊さんで固定してその時の作品かな、うんうん、あ、この真ん中の作品については今回出展してる、あ、そうですね、今出展してる、うん、まあ、この円の新聞紙が真ん中にあるんですけど、それが120センチぐらいの円なんですけど、それを小寄りで全部埋めてきて、うんうんうん、でこれはこの時に作った大きいメインの作品ですね、うんうん、まあ、竜が本当はここの上に一匹いるんですけど、うんうん、で竜が向かっていく太陽として作っていて、おなんかこう面白いですよね、なんかフラットに平面的にも見えるけど奥行きにも感じるというか、うん、まあこの円を作ると見え方がすごい沈んだりとか泣いてたりもするから、うん、見え方としては面白いなと思って、うんうんうん、まあその円があったっていうのも、まあ、アートマルシェとかで手を挙げてもらっていてもあるから、うん、ここの外の円はそのアートマルシェで当番してた時のそのホテルの部屋に飾置いてあった新聞で作ってるから、へえ、うん、まさにこう、ね、そのサイトスペシックのその時の新聞をそうある意味もうその新聞の小寄りをこう紐解いていったら、ああ高田さん何年に作ったっていうのああそれもあると思うなんか高田さんの作品で最近思うのが平面と立体が多いんですけど、うん、なんか平面と立体をなんかうまくこう毎回こう組み合わせてなんかある意味かき割り的にこうなったりするんですけど、なんかこういう作品が平面にダーッと並んでてその前にあの立体があったり立体があったりしてなんか世界観を再構築する感じ、なんかそのバランスというかパターンがいっぱいあっていいでしょ、その前にこれを置いたらまた別の見立てがなってとか、そうだね、僕の場合はやっぱ空間を使ってインスタレーションもよくするので、うん、そういう、まあね、展示するときにそういうのも欲しいなという意見もあるから、うん、まあ、全体を見てどういう構成にするかっていうのが結構多いかな、うんうん、で毎回なんかこう新しいことをしたりとかそういうのでそういうパターンが増えていくので、まあ、その組み合わせでどんどん増えていくっていういろんなことができるっていうのはあるかな、うんうん、ただもう作品数としてめちゃくちゃ膨大だから、それもポートフォリオとかめっちゃ大変そうでしょ。大変大変。だから今回あの友人のお守りにしたけど、あれ全部めんどくさいからまとめていく。ああ、本当は個別で作品名があるけどっていう。70点近く置いてるから、一個一個キャプションは確かに大変。すごい。こちらは、これは福井県のオバマ市でやったあのインスタレーションで。でもレジデンスでそこの地域でこう展示して、まあ、一般の人たちと一緒に何か用意するっていうイメージでやってたと思うんですけど、まあ、僕もこっちの主催と一緒にやってたんで作家さんを10人ぐらい集めてやってたんですけど、でもまあ3年ぐらい連続としてやってたんですけど、まあ、町屋とかこれもともと着物屋さんのところの、お家を使わせてもらってるんですけど、すごい面白い作りになってて、ここがまあ店やったからその着物を並べるスペースだから家の作りとはちょっと変わってて、はい、こうインスタレーションするにはちょっといい感じで広くて暗いから、うんうん、見せ方としてはすごい気に入っていて、うん、なんか町屋とかこういう古民家を使ったインスタレーションって高田さんこう割り多いというか、まあ、親和性もあると思う、ね、作品に確かにこういう古民家とかでやるっていうのは回数的には比率としては多いですね、うん、まあ、僕としてもやりやすい、うん、使いやすい、うん、だからごちゃごちゃしすぎてるとこういう影とかよく分からへんけど、意外とシンプルなところが古民家と多いから、うんうん、影が生きるっていうか雰囲気も生きる、うん、だから僕もやりやすいなと思ってやってます、うん、あとはやっぱりこう素材ですよね、
新聞紙っていうところの、まあ、日常的にありふれたものを作品に変換してるので、なんかこう自然とこう見に来る人も、もともと日本的な家屋っていうところじゃないですか、親近感として、すごいなんか新聞紙が、なんか新聞紙とね、なんか畳の間ってなんかもうめちゃくちゃぴったりじゃないですか、それがなんかこう異物に変わるみたいな感じがして、まあ、なんか即死感あるんだけど、なんか新聞がめっちゃ変化してトランスフォームしたみたいな、なんかそのありえそうでありえないというか、なんかそのなんかこう差異というか、その辺が面白いですね、まあ、新聞でどれだけ何ができるかという、まあ、素材研究みたいな感じにもなっていて、うんうん、まあ、こういう光のインスタレーションも別のね、100万円のキャンドルナイト出してて、はい、そこから普通最初はもう作品置いてたんだけど、うん、やっぱこの光を利用してどうしようみたいな考え始めたきっかけでもあるから、うんうん、だから僕の中では一つのこう、ね、軸としてなってるインスタレーションかなと思う、うんうんうん、なんかだんだんとこう物語ってる会場、なんかこう空間の中に影が伸びて、なんかその揺らぎとか、なんかこういうのを感じるといいですよね、うんうん、なんか光が自然とこう演出してくれるという、うんうんうん、物語性みたいなことを、うんうん、なんかそれぞれに多分受け取り方が変わるんですけど、なんか作品を見て光と見て、光の明滅とかこういう影を見て、なんかこう勝手にこう各々にこうイメージしちゃうという、うん、懐かしいわねあんなこともあったわねみたいなあ、すいません、なんかありみたいな光って、あ、もっと的に差してくるものとか、うん、光って差すとか減らすとかって、うん、要は基本的に上から下への流れで形容されるから、うん、つまりそういうところに新聞っていう毒物が入り込んでるっていうのは面白いですよね。新聞から光が差してくるっていうのは、うん、要は、まあ、その外部の支持体的なところに新聞紙使ってそこから光出てくるのかな、面白いな。うん、ありがとうやるじゃん、どんどん続いてなんかリレーするなんかこう上乗せしてどんどん新しい組み立てが生まれたらいいななんかだってパッと見て、こう例えば家の中でも同じような光景があるかもしれないが、これ見て帰ってこう部屋で見つけて、あ、なんかそういえば今日影あったなみたいな、やっぱそういう感じでこうアートに興味を持つっていうきっかけにもなるんじゃないかなって思いますね、うん、なんかまたこのすりガラスとか、ね、まあ、向こうから見る作品なのかちょっとどうかは分からないんですけど、すりガラスの横にちょっとこうやって描いてとか、うん、まあ、この作品は割と抽象的なというか、すごくなんかモニュメントというかな、カチッとした形なんですけど、割と龍とか一つ目の作品とか、畑田さんが独自の発案の大仏っていうとちょっと違うんですけど、なんかそういうものをモチーフとして作ったりするんですけど、そうなると一気にこうなんか、あ、そうか、それ後で出るんですね。なんか 見覚えがあります。それ後で話します。これ時間配分大丈夫？あ、大丈夫です。これは音楽イベントで後ろの展示を、まあ、中之島の方でやってるんですけど、はい、スペシャルライブにすることで、うんうん、これも僕 3,4 回出させてもらってるのかな、うん、で、まあアートと音楽両方やるっていうので、毎回後ろのバックに作品を展示するっていうので、うん、ちょうど今日やってはりますね。あ、ちょうど今日そうそうそう、え、じゃあ今日はいや別の人ね。あ、別の人か。本当は昨日をこの会場でやる予定やったの、コロナで中止になって、野外の方で今やってる、はい、確かにこれだけの大人数でイベントするってことは、そうそうそう、親しく見せない、うんうん、でその舞台背景と舞台装飾をやったんですよ、うん、いいですね。舞台はしないですか？歌はしない、歌はしないこの人たちの中でも混じるわけない高田さんってこれいけそうな風貌してるよね。いや、多分ね、いや、もともとやってましたよね。やってない。あ、それっていうか、西宮のああ、カルメンね、はい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 、
あの西名前のところ展示というか、まあ、400人ぐらい集まってやったやつよね、確かに、はい、それは演者として400人そう、演者として400人だからすごいですよね作家さんも俺も含めて全員の、うん、あれは管理がたい恐ろしいしかもみんなアーティストそうそうそうおとなしいこちらはこれは香港のショッピングセンターで展示したやつかな、サオリオリとコラボで、展示をしてて僕は龍の頭と手作ってで日本からそれを送ってで現地で、龍を胴体と作って、うんまあ、職人さんが結構助けてくれたんで、はい、自由にこう動かしてもらったんですけどおこれなんかあれですかあこれがそうそうそうそれで作れるようになってそっからワイヤーとかワイヤーでもう通訳が2人入ってもっとこうした方がいいです逆に言われてえ、はい、ぐるっとかしないんですかってえ大丈夫でそれで職人さんがえそうなんすんのみたいな感じでいや俺は言うてないけどでもスタッフが面白い多分こうしてくれてやっぱり日本というかスパイラルこれも高橋さんいやいや俺これああそうなんですいや高橋さんなんか作品と合わせてビデオされてるのかないやいやでもこの時なんか記者会見とかあったりなかなか面白かったああそうですね、うん、すごい美女そう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 モデルさんがサオリロックって横にでショッピングセンターの社長さん真ん中におってその横に俺何やろこれどこにいながら喋ってた喋ってたというかまあ周りが喋ってるだけやけど、うん、えそもそもなんでこんな規模の展示ができることになったのもともとはこの1個前にあの上海万博の日本商品館のところで触りとコラボして龍を1個展示してて、うんうん、それを見た人が次香港でみたいな感じで声がかかってその次の都市にやってだちょうどこれさっきのキート会館でやってた最中に行ってるからおおなるほどなんかこういうなんか実は川西でもまさに矢口さんが展示してる会場の、まあ、商業施設なんですけど、はい、そうですね、はい、でなんか日本でも割となんかこう何ですかねあんまりこうポジティブに捉えられてなかった商業施設での展示会みたいな、うん、テナントを使った展示みたいなことが最近なんかちょっとこう多くなってるんですけどまあテナントではなくて銀座6とかなんかどういうああいう店舗内に装飾したり展示したりとか。アキテナントで言うたら、俺らな、学生だった時、ここでギャラリーやったもんな。うん、そういう、まあ、アクセスもしやすいし、うん、他の利便性もあるし。うん、で、なんか、そこから来ました時。何でも、めちゃくちゃ同棲しちゃったんだけど、誰かがルクしてましたよね、そのショッピングモールで。数の日を来てるんですけど。わからん。誰かが言ってそういうことをまあ推奨してて、まあでもいいですよね。そのすごい生活との接点の場だから、うんうん、そういうところで、かつその広い空間とかって、うんうん、でしかも国内で動かしやすかったり、はい、そのもともとそのなんだろうイベントとか催事のためにそのデザインとか装飾とかディスプレイとして吊り下げるだとか、うん、その要はデザインはその存在する空間じゃないですか。だから、はい割とすぐに持っていけるっていう意味でも親和性は高いんじゃないかな。うんうんうん、すごい実現性高いところですよね。ショッピングも意外にそうですね、うんうん。実現性高いし、すごくなんていうんですかね。そのまあ釣るためのこういう格子状のものっていうのがちゃんと補強されて建設されてて、まああとはなんかこうそこがなんか理解として一致しすぎる難しいんですけど、まあ販売促進という。すごく経済的な部分に入っちゃうんですけど、なんかそういうところあえてなんかそのショッピングモールであるっていうその機能であったりとか理屈みたいなことをまあ逆手に取るっていうこともありだと思うんですけど、岡田さん、そこのアスペでリュウとかに吊るしてましたよ。そうそうそう、こんな感じでリュウ吊るしてた、うんうんうん、だここのアスペでは結構何回か吊らさせてもらってるし、うんこのね、ここでギャラリーやってた時も7メートルのクリスマスツリー作って、うんうん、あそこで展示したりとかしてたんですけど、あれは10人ぐらい集まって何か作ったと思うんですけど、うん、ショッピングセンターも、まあ、イオンとか結構大手のところがすごく、ね、なんか
地方の小さい商業施設がどういうふうに色付けしていくかってなった時のブランディングというか、なんか独自のカラーを押し出すってなった時にアーティストとタイアップして独自のカラーを出すとか、なんかそういうのも全然ありですよね。ただただ販売促進として機能するアートとかっていうそういう理屈じゃなくて、なんか単純に私はこういうビジョンを描いてこういう未来を商業施設として作っていきたいなということをアーティストと一緒にやっていく。ギャラリーとかと違ってそもそもそこが商業施設だから、はい、そこでやってる試み自体でお金作らなくていいっていうのは、なんかある種そのギャラリーとか そのアートビジネスの中では救いきれないところを、実現するためにはいい試みだと思いますけどね。ギャラリー単位ではまず大きさも規模も全部違うから、だこういう展示はやっぱそういう場所でないとできないっていうのはあるかな。だこういう作品ばっか作ってたらまずギャラリーで展示できないから、ね、美術館とかでももしでかいのであったとしてもそれこそ収入面だとかいろんなことを考えなきゃいけないけど、こういう空間でやる分にはそもそもそこでそれ自体にそれを見るためにっていうような、あの経済システムはそこにすぐに直結させなくていい。そういう意味で言うと、川西市のこの中心市街地、今回ミツの展示会場になっているこの周辺というのも、まあ、すんごい商業施設が多いですよね。アスペクトマンスの施設、ボダイボックスもあるし、デルフローラーという施設もあるし、イオンもあるし、なんかもう本当にいろんな阪急さんもいるし、そういうところで、なんか、まあ、町中美術館という、その町全体を商業施設というのは結構、まあ、ある意味分断しやすいというか、それぞれが、ある意味ライバルでもあるので、商業施設同士がなかなかこうお互いに直結して手を組んで何か一つの物事をやろうっていうことを作りにくいんですけど、まあそこをなんかこうあえてアートっていうところでなんかこう連結していくとか接続していくっていうことでなんかこう俳優性を高めたりとか、お互いに交流をなんかお互いに相乗的に交流し合ったり、じゃあ私はこういう売り出し方してるからなんか。お互いの属性もなんか積み分けつつお互いに共同できるとか、なんかそういうことをもっと進めれたらなっていうのを感じます。これだけで結構喋りましたね。あ、これがそれがさっき言ったカルメンですよね。まあ、カルメンやってる中で芸術の人たちがこうバックの絵とかオブジェとかパフォーマンスをしながら融合してるっていうんですけど、その意味でまあ演者が4作品ぐらいでやった。まあ演じた時も1月7日やったかな、はい、まあ準備も年末年始ずっとやってて、かなり大変だけど、これこそ僕舞台のバックヤードを見てましたけど、すごい方ですね。で闘牛のシーンで僕牛になるんですけど、高田さんが牛なんですか。この頭を牛の角を牛の角に変えて、でこれ背負いながらこうやんねんか、これ10キロ以上あんねんか、めっちゃしんどかった、めっちゃ暴れなあかんから。でもまあめっちゃ楽しかったかな、まあいろいろあったけど。いろいろこれでカルメンっていうでなんかそうです普通の劇がね、劇っていうかまあまあまああるけど、それに合わせてそのアートをつけてるんやけど、でまあアート側は島本先生がやってるし、はい、でカルメン側は息子さんが声楽家やんでやってて、それでコラボ、面白いですね。なんかこう舞台立てするってなった時の起承転結とかそのストーリーとか何を語ろうとしてるかっていうところのなんか要素としての、機能が必要だと思うんですけど、それぞれがちょっとずつあえて言うとボタンのなんかこうちょっと違う、要望のものが多分出てくると思うんですよ、アーティストが、そこの予定調和ではないところをどう許容するかっていうところが鑑賞者の戸惑いとかな、いやいやまあまあ戸惑いはあるとは思うけど、何が出てくるんやろみたいな。この場面に竜はまず出てこないしね、はい、まあでも作家さんがいろいろ作品自分の作ってるのをどこで行動するかっていうのもいろいろあったけど、まあ途中から全然守ってなかったところもあるし、自由にやり始めて。
番試されますね。こちらはこれは行くのでやったりかな。行くのルートなるじゃん。そうですね。行くのはもう 4回出てるかな。あ、そんなに出てるかな、うん、で、それも町屋の一つでこういう風にやってる。これは初めて円形の立体物を作ってやってみて、うんうんうん、なかなか円形で空中にぶら下げるのがちょっと維持するのが難しかったけど、円形にすることで全体的に全部きれいに影がいくから一回やってみたかったので、うんうん、きれいにやって、うんうん、でもまあこれ夜の時の方ね、写真撮ったよ、夜にいなかったんで、もっときれいに影が出てるんです。これは池の銀座なんですね、あの高段階、うん、そうそう、本当はすごく抱えてた高段階だったのが、まあ今は閉山されてから、うん、結構、まあ、人口が少なくなって、まあ、その鉱山っていうのがあって、まあ、円形の筒っていうのが、まあ、穴を開けてるっていうイメージで、うん、円形っていうのがあって、なんか高橋さんの作品、このさっきの町屋の作品もそうなんですけど、うん、こうなんかドローイングというか、なんかこう線のよう、線を描いてるような、なんかこの、このなんか筆圧が違うような感じもして、なんかこう影がなんか作品を作れるなっていう、こっちよりはやっぱメインを影やな、うん、とは思う。影をどう作るかを考えてやってるかな、うんうん、これ影が綺麗に出へんかったらあんまり意味がない感じになる、うんうん、これはあの高田さんだいぶ鍛えてたんですね。これ翼くん、あ今出展されてる、そうです。これ台湾でアートフェアで呼ばれて、まあ、パッドギャラリーさんと一緒にいたんですけど、次僕は龍のこの展示をやらせてもらって、でパフォーマーさんが龍といろいろ絡んでくれて、あ、なかなか楽しかった。この時に初めて顔を折りたたみにしてたんで、はい、もうできやすい、いつも立体でも出たらすごい重なるから、パタンで畳めるようにして、結構毎回あれですよね、海外に行くときになんかキロ計算とか事前にむっちゃしてる気がするんで、まあ、23キロオーバーしたらね、運べてるから、うん、いつも測りで測って、うん、これは持っていかねえとかやりながらギリギリで持っていく、うん、で、後ろでもなんかどういうパフォーマンス、うん、ライブペイント、もすひこさんがそれをやって、うん、あ、じゃあもう3社、3人くらいでこう、で、演者が次変わって、次ダンサーが出てきたりとか、そういうのでずっと、さ、30分のエンターテインメントだと、じゃあどん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 演者が変わって、そう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 、舞台もちょっと変化していく、そうそうそう、面白い、アートフェアではなかなかないと思う、こういう感じでやってるのは。やっぱり100万人のキャンドルナイトでライブペイントしながらやってる、はい、珍しいですよね、こういう、そうそう、珍しい、描いてる時が、そう、なんかこう光をどう利用するかで、まあ、ライブペイントやってみたいなっていうのもあったから、うん、でライブペイントはそれでいつも新聞紙で書いてるんで、はい、まあ、黒い線は最初にマジックでやって、色にも全部新聞紙を丸めて黒塗っていってってやってるんだけど、うん、でいつもこれをこの時は3面作ったのかな、おー、あ、このそうそう、こっちではこっちとこっちで3面 で上で重ねて、うん、塔みたいな、キャンドルナイトすごい長いこと出てますよね。そうね、21からやっぱ16年だった。16年、うん、すごいですね。16年やから、まあ年2回やって出てない時もあるけど、まあ、約30回ぐらいやってるね。え、去年とかどう？去年は、でけへんかったけど、うん、リモートでその神山ろうそくさんの会社のところの1階のフロアでキャンドルを灯して、で展示というか、リモートのそういう映像でただけの展示をやらせてもらいました。おで、なんかやっぱ一回はなんかやっとかなみたいな感じやったから、うん、で、それでやったらちょうどあの展示見に来てはって、うん、こんなのがあるんですけど、やってみませんかっていうので、うん、全然何でもやりますよ、うん、すごい、それだけ続けてこられたっていうのが僕の写真見てもわかりますよね。そう、だいぶ僕が言えないし、痩せてる。この時痩せてる。確かに痩せてる。
こちらは。これは軽井沢のニューアートミュージアムで個展した時の作品で、まあ、まあまあ量もなかなか、なんか大きいのがいるから、この奥のもやっぱ3メートルがあるけど、やっぱ3メートルぐらいの作品が何個かないと、こういうところでは見栄えが、やっぱ100号でなんか普通かなぐらいの、これもコンパニ3枚分やから、1、2、3、4、5ですね。パネル1枚1枚そのままやってるんで、これでもこの感じやから、やっぱ大きいの美術館で展示っていうのが必要やな。結構だって、カルザーのミュージアムって全部の塔か。上の方は、違うんやけど、こっちはギャラリー塔っていうのが、まあ、兵庫県立美術館にもあるけど、はい、これ第1、第2って2つあって、で、3つ目は別の常設の作家さんがあって、で、こっちはミュー、あ、でもこれは俺の作品だ。こっちが行ったら、ミューさんの作品だ。これはなかなか楽しかったね。まあ、初めて、直置きの長い竜、足つけて、いつも飛んでるけど、下にも折った方がいいな。竜がいっぱいおるけどね、これはライブペイントって。まあ、なぜ竜を。まあ、竜自体はきっかけは、まあ、初めて立体を作るのに何を作ろうかっていうモチーフで竜を選んでるけど、まあ、その登り竜として作ってるのは自分がアーティストとして登っていくっていうイメージで、自画像的な作品として竜をずっと作ってる。それが一つのテーマとしては竜の中にはあるかな。ドラゴンじゃなくてやっぱりこう昇竜というか昇竜、昇竜竜の方に登っていく、結構登っていくってイメージを持つ作品が多くて、これも大きい作品やから上に登っていくように線がちゃんと入ってるようにして、まあ右肩幅にというか、登っていくってイメージは結構いろんな作品に作ってるかな。そういう意味ではすごく東洋的やな。中原さんのなんかイマジネーションというか、参照点。やっぱりこういう後ろのなんかちょっと水墨画チックというか、ちょっと昔の。ここもライブペイントで、その墨自体も新聞紙で、はい、新聞紙を焦がして、まずは灰になってブレーキになるから、焦げたところを止めて、それを続いてガーッてやって、で、メディウムと混ぜて、絵の具にして。その辺もっと喋ってくれたり、そうですね、この辺もっとなんか知りたいですね。なんか意外とあんまりこう関西でも高田さんのこの作品、これは一回だけさっきのあの音楽イベントのここで飾ったぐらい。それ以外では関西とかなっていうこと。新聞の隅また作らなあかんなと思いつつ、なかなか何時間も低温で焼かなかったから、はい、めっちゃめんどくさくて、あのオールブなんでチントースターでやってるから15分で1回やんか15分ごとに1回グイってやん、はい、だからそれを家でやってるんですか。あ、この時ギャラリーでやってる。ギャラリーでもやってるのすごいですね。すごいよ、ギャラリーが煙にあのさ、トースター開けたら火が吹き出せないから、これ開けられへんってなって2、3時間ほったらかしで止めてたやんか、はい、もう大丈夫やると開けたらまたボーって出てエアコンあ、これは家でできへん。あ、ミュージアムだから嫌ですよ、逆にミュージアムの方がすごいですけど、これはデニムの生地で作った竜なんですけど、これもあのヌーチャ山地でのアートイベントの時に作らせてもらってて、でデニムの生地をいろんなパターンで、提供してもらったんで、それで作品を作る、で編み込んで、で竜は三つ編みみたいな感じ、6本を編んでる感じの鱗を作って竜にします。え、これって三つ編みにするのを高田さんが。あ、全部これ俺がやってるよ。すごいですね。めっちゃ大変やった。めちゃくちゃ大変ですね、これ。そう。それは初めて知りました。なんかこれ裏も全部デニムになってるから、これまあ50号のキャンバスの木枠やから、こんなでかいっすか。そうそう、50号。でかっで、裏も全部、木枠も全部巻いてあるから、裏表全部デニムの生地で覆った。やばー、すごいですね。
外とこう新聞とか、まあ、新聞を小寄りにするっていう方法だけじゃなくかなり多彩なアプローチされてます、ね。まあ、素材もらえれば何でもね。すごい素材の魔術師。あ、魔術師。これはパフォーマンスです。そうですね。なんかこのベストも完全に高田さんが作ったかのような。これはあのイタリアのコルティーナ・ダンペッツォというところにあるアート学校、うん、向こうの学校面白いのが、うん、一桁、まあ、8歳、9歳ぐらいから高校生ぐらいまで一緒に勉強してはるから、はいはい、でその中でワークショップしたりアートパフォーマンス一緒にやったりとかそういうのをしながらやってた時のそのパフォーマンスの一部の写真。へ、素敵な写真、素敵ですよね。めちゃくちゃなんかこれいいよね。これやってからこの写真何枚かくれてるけど、やっぱこのパフォーマンスしてるだけの写真、うん、これカドルとか、あー青使われてなんか最近日本でもあそこ行くのルートがあるじゃん。やったやったやった同じように協力されてます。どうしたの、みんな知らんのよっていう。あー、そうだ、知らない。結構最近ね、高田さんとのねパフォーマンステグスとかね、そう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 、で新聞紙を振り回してくれてる、うん、なかなかこれがインパクトあって面白い、うん、面白いのが高田さんがこう新聞紙の束を多分なんかテープ止めて、うん、一つなりにしてるんですけど、うん、それをこう振り回したらこうむっちゃでっかい小より状になるみたいな、そう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 、だからこのように作るイメージでねじっていくから、うん、でそれがどんどんねじれることで竜の胴体になる、うん、で結局これはそのままで竜になるっていう作品だから、なんかマクロとミクロじゃないですけど高田さんの作品という普段はむっちゃ小さい子よりも形状がどんどん集積して一つの何かを成すじゃないですか。でなんかこれを見るとなんかこう、小人じゃないわになった気分みたいな。むっちゃでっかい子よりやけど普段の高田さんの声を言うと、うん、でもやっぱ自分でこれやってもこの気分が違う、作ってるテンションとか、うんうんうん、そういう作業の考え方とかも全然違うから、うんうん、この大きいものを1回でバーって作るっていうのはやっぱね、一本一本これに貼るのとは全然感覚も違うし、うんうんうん、なんか結構ワークショップでみんなと一緒にこういうふうに作ってもしますか、うんうんうん、なんか僕は勝手にこう高田さんが昔言ったんですけど、高田さんが新聞をなんか執拗にこよってるってことに勝手に個人的に感慨深く思って、なんか情報を無効化するというか、情報をなんかこうずっとこよってなんかこう、ある意味こう輪廻じゃなくてなんかこうずっとこうぐるぐるスパイラルで描いてるみたいな、なんかそれにでもあんまりそこには意味付けとかは考えてるとかではなくて、そうそう、まあ、僕の場合は新聞紙は素材として使ってるんで、うんうん、まあ、絵描く人の絵の具みたいな感覚でやってる、うんうん、でやっぱ新聞使ってると意味があるのかっていう、ね、うんうん、質問は多いですけど、もう素材、本当に素材として使ってるんで、うんうん、でもまあ、ね、そういう考え方、見方も別に間違ってはない、うん、なんか全然あれですね、作品を作ってる時もその実はこうその全部開いたら同じ生地のものだったとか、ああるある、政治的な何かを風評するものやったとか、そういうのはありそうな気がしていつもならないんですけど、でもあの新聞屋さんでもらいに行ったりしたら同じ日の新聞大量に買ったりするから、同じ生地ばっかの時もある。確かにそれ自体になんかなんかこうその情報としての情報としての新聞紙っていうよりはなんか色とかその日のなんか一面の色味みたいなのあるじゃないですか、うん、そういうのでトーンを作ったりできる、うん、作品のトーン、青っぽい生地やったら青っぽい生地を全部置くようにして、あ、これがこれはもう香り紙でもね展示させてもらったやつですよね。まあ、卒点で作った作品で、情報という情報、まあ、面積的には今までで一番でかい小よりの作品かな、3メーター63の1メーター82、いつから小よりやってるんですか。僕は20歳くらいからかな、
ほら、もう17年、8年やってるから、ね、これには、うん、でもこれがね、やっぱ代表作の一つなんで、うん、本当に、そうですよね、高塚って高塚造形芸術大学、まあ今は現高塚大学の油絵で、まあ僕は、2個下ぐらいの油絵、うん、で、先輩後輩なんですけど、小国さんも油絵なんですか。そうなんですよ、絵画コース、絵画コース、絵画コース、もう油ばっかり出てるで、この作品を卒展の時に高田さんの作品を見て、で、それまで高田さんの存在そこまで知らなかったのかな、なんか、そんな知らなかったの、高田さんは。で、その時に初めて作品を通じてなんか高田さんを知った、うん、一番あの正当というか一番いいいいっすね、いいのがいいっすね、すげーと思って。だってあの学校の中で半年もかけて作った作家さんあんまいないと思う。いないですよ、本当に。むちゃくちゃすごい。だからなんかここになんか濃縮されてる高田さんのね、本当にファーストアルバムだと思う。もうポーンのファーストアルバムみたいなね感じがしないですか。あ、もっともっと増えてる。セカンド、サードみたいなのではない、ファーストの、なんか僕の中ではこう、そのすごい初期衝動みたいな、一番そういうのを感じるから、なんかすごく自画像っていう感じ、似てるんですよちょっと似てないっていう。でもまあこの時はやっぱ新聞という情報っていうイメージがあったから、情報区情報として新聞のイメージをね使って作品化してるっていうのでは最初の時の何とかだけかな。でこれ自身が僕ら自身で画面からとか新聞紙を読んでっていう、その目から見た情報の波とか情報の、これ人なんですけど、これ情報、ここになんか結構たくさんいるんですよね、でそれを食べて情報を得ているっていう、だから情報食う情報、でどれも分からんだから全部食べ過ぎて怪物になってる。でもある意味みんなの自画像でもあるかもしれないですね、まあ、なんか今の世代の僕らというか、情報を食ってること自体がなんか自分がモンスター化してること自体気づかないみたいな、表面のような。でまあ、本当これこのページの時は横で展示してるから、こう紙が流れて、本当は縦に飾る作品なんで。そうですよね、そうそうそう、うん、3メーター60じゃない、4メーターぐらい壁ないとこれ飾られへん、そうでした、そうでした。で天王寺の美術館で飾った時にこれ飾られたから、うん、めちゃくちゃやっぱりこっから始まったっていう、うん、やっぱりそうそうそう、こっから始まってるね、めちゃくちゃ考え深いですよね、やっぱりそういう、なんか一つ一つの要素にもちゃんと意味があって、で俯瞰的に見るとそのうねりというかこの渦みたいなことに対しても、あ、なるほどと、そういう情報の流れですね、そうなんですね、めちゃくちゃ大好きです。でなんかこう意外とこの牙とかもすんごい鋭利なんですよ。そうそうそう、うん、でなんか結構最近の高さちょっと丸みをなんか面白いわ、尖ってたと思って、もうでギラギラなんですよね、目も、ね、オイルニスかなんか、そう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 、ウレタンニスかなんかにめちゃくちゃ結界線。だってこの新聞の小字で、まあ、その紙粘土とかそういうの使って絵としてこう曲がってんのこれだけやと思う。あとは多分新聞だけやから絵の具使ったりとかしてるけど、はい、これ牙とか別の素材でなんか作ってるのがないかな。うんうん、でも今見るとやっぱそれが生きてるのが生きてるかな。これを新聞で作ったらちょっとやっぱ一緒になっちゃうから、うんうんうん、そうなんですよ、アクセントとしてむちゃくちゃいいんですよね、うん、ポイントが。これ仮面だけ作った時これかぶって家の中おったら妹泣いたの泣きますよパッて現れたらいやこれはすごいですね。何でしたっけ、川西の方でいっぱい展示したんでしょう、川西町中でしたんですけど、2階これこれこれ半分半分だそうです、ね、うん、バルコニーで休憩スペースみたいなところで、そう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 いやいやいや俺の方が早い確かに一つ目のなんかソニーの CM の化け物みたいなのがいいんですけど、
いや、うん、似てるっちゃ、まあ、同じパーツやけど、全然パクリじゃない、ね。いや、ありがとうございます。うん、で、あ、まだあるんですね。これ結構、あれ気づいたら50。さあ、どんどん行きましょう。いやいや、こういうのプロフィール写真。プロフィール写真。そうそうそう。ね、これはイタリアの1300年前の寺院で、パフォーマンスと、リサレーションした、ね。すごい。これは、すごい。いやいやいや。これはスイート大阪でやったアートパフォーマンス。これこそまさに参加型ですもんね。そうそう、このでっかい家はこの時に作ったから、うんうん、この写真もよく見るな。見えますよね。本当になんか庶民祭。これが100万人のキャンドルライトで、うん、これちっちゃい竜とか木とか、うん、まあ竜を住んでる世界をイメージしていつもこういうのやってて、うんうん、あ、これイタリアのカプリ島で展示してる中で、はい、展示してる作品で、これは島本先生ですね。もうかの有名な舞台美術協会の師匠ですね。師匠の高田さんのお師匠さんがいらっしゃる。これもパフォーマンスアートの、そう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 、パフォーマンスアートに展示見に来て、ああ、うん、そう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 、そういうアートもちゃんと痕跡も作品になるから、うん、これはナポリで、この7メートルの竜を買ってくれた人。ちなみにいくらだったの？いやいや、まあ、全然あの500ユーロって言ったけど、あ、つまり6万円やけど、みんなに言ったら安い。もう俺もそう思う。すごい。これさっき言ったね。あ、でもどうだった。じゃあちょっとこう簡単にですけども、一応簡単なつもりなんで、簡単に、まあ、高田さん作品の略歴と背景のお話を聞きました。ありがとうございます。さあ、まだ3人のうちの1人目という、もうただもう1時間経ってしまったということで、じゃあ、矢吹さん。いや、本当はな、そこまで。あ、あ、え、でも、ね、松永さんで最終調査。あ、わかりました。あ、これ、すごい最近ですね。去年の11月に、学園前アートフェスタっていうのに出させていただいた時の作品の一部です、ね。今ちょうど去年ぐらいから、ね、一番大きいので10センチぐらいのキャンバスにこういう作品を作るっていうのをずっとやってて、最小が5センチ。あ、そんなに小さい作品ですか？そうなんです。あります。ミニキャンバスっていうのが売られてて、はい、まあ、四角丸線だと、例えば縦5センチ、横7センチってちょっと長方形的な感じですけど、うん、そう、今、ここ1年ちょっとぐらいずっとこの小さいサイズばっかりですね。はい、なんか僕、ヤフーさんのイメージで、はい、学園マークですか、松村さんも出展していただいたんですけど、はい、去年も出展していただいた時に、うん、今回のプレ展示も、はい、ヤフーさん、はい、監視役所していただいて、はい、なんかこう、詩と、なんかタブロの作品と詩と、そうですね、小世界というか、なんかそういうちょっと偶話的でもあり、でもなんかみんなが共通で、なんか共通の感覚というか、言葉としてすごくなんか こっぴなことっていうわけではない、なんかすごく親和性のあるすごい穏やかな文章と作品が一緒にセットになってるってイメージがあって、はい、言葉と合わせるっていうのは嫌いではなくて、こうどう言ってるんですかね、挿絵的な感じで作品を置きたいなっていう時もあって、小説の方挿絵のような感じもあるので、でも文章がメインっていうのでもないんですけども、こう、まあ、作品見て文章読むのもあるし、文章見てから作品、どっちでもあるんですけど、だって、まあ、想像のこう一つのヒントみたいなになったらいいなっていう、自分の作品どれもなんですけど、絶対こう見てくれなきゃ嫌とかいうのあまりないので、はい、だからまあまあでもこんな感じで作りましたっていうような一つの提示ですね。お互いが主と、はい、主となんかこうサブみたいなことではなくて、お互いが補い合ってるっていう関係感相談してるというか、あ、そうですね、うん、だからどっちがいい
やこれ言ってたし、絵もあの例えば花を描きましたとか山を描きましたとかで作品ではないので、はいはい、何を描きましたって言われたら全問答のように、はい、ちょっとなってしまうので、まあ、そういう意味でも、まあ、これは作品のイメージを持ち上げてるんですけど、そういった感じです。でもあの全く全然違うことを思い浮かべていただいてもそれはそれで、あ、そうなんだみたいな、はい、だこれ文章が絶対っていうのではないです。すごい、あれですね、お、結構人来てる感じがね、ね、なんか、はい、すごい。あ、これは、2016年の個展でやったんですけど、ギャラリーの一つの壁に茶紙を全部貼って、はい、搬入の日に、左下の80センチぐらいの F で描くんですけど、はい、それでビャーっと、あゆを切ってこう、で、50号も、あ、50号を描いた、はい、描いたっていうのなんです。面白いですね。こう文字を変形させてこうなんか埋めていく。そうです、そうです。一番初めはあーあーから始まって、はい、でどん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 隙間に埋めていくから、で多分50を3回ぐらい書いてる。でも、ダフォームがないので本当にうんうんで終わってまたあーに戻ってみたいな感じですね。はい、自分でそういう法則というかルールを設定してああいう絵を描いていくので全部順に埋めていくというか、はい、なんか、あの壁を埋め尽くしてみたいっていうのが、うん、なんかひらがなでなくてはとかカタカナでなくてはではなくて、あのアルファベットでもよかったんですけど、まあ、自分だとひらがなが描きやすかったっていうので、はい、なんか結構パフォーマーという作品が多いっていうイメージがあります。あ、これはあの初個展なんですけど、はい、実はあの初めての個展はカエルの写真やったんです。はい、あ、写真？そう、写真なんです。あの、そうなんだ。はい、今でもあのカエルは好きで、はい、毎年追っかけて、はい、家が結構田舎なんで、はい、はい、あの田んぼに行って、はい、たまに怪しい人扱いされてます。これさ、一番最初 の学園前アートフェスタの、はい、ちょっと人形を置いたりして、思い出と今を行き来してというタイトルだったので、まあ、あの今と思い出を行き来してるってイメージで、はい、多分その青いのが5センチ5センチの作品だと思います。なんか僕ここに、はい、まあ、僕が勝手に思うにはこう人がなんかこう寄り添ってるであったり持ち上げてるとか、はい、うん、なんかそんな感じがするときに、なんか戦争不安だな感じがして、なんかここに自分を投影したり投射して、なんかすごくなんかすごいこう この世界にこう入り込みやすいというか、ありがとうございます。なんかこう声が擬人化されてというか、自分自身のインターフェースというか、ここにピュッと施設をしたらこの作品の見え方というのはすごく大きく見えるし。なんか不思議な作品だなと思ってます。マーブル島のすごいグラデーションの綺麗な作品で、うん、凹凸感もあるんですけど、はい、小さいんですけどすごく濃いっていう感じがして、なんか小さい中にすごい小宇宙があるって感じで、 ありがとうございます。なんかその世界観っていうのはなんか見る人にとってもなんかすごい不思議な体験をするんじゃないかな。小さいのにでかいみたいな、なんか不思議な、あの いつかはすごい大きいキャンバスで同じことをやってみたいなっていうのはあるんですけど、絵の具がすごい大量にいそうなんで、はい、それはありますね。めちゃくちゃいいですね。あ、これが2015年の個展ですね。はい、でこの頃からこういうちょっと抽象的なこと、3回目の個展なんですけど、はい、まあ、こういう、これあの A4 サイズ、左の作品が A4 の画用紙を50枚ぐらい敷き詰めて、はい、でバーッと描いたのと、右側が、八つ切りぐらいかな、の画用紙を20枚ぐらい並べて、はい、何も考えずにやったっていう。なぜ、はい、その
同じ企画の画用紙をこうランダムみたいな制度をして、一つは大きい作品を家に置いておけないという、はい、家の事情もあって、はい、で A4 サイズだとこう後々の保管が便利、ファイルに入れておけるとか、もう一回構成できます。あ、そう、後ろに番号を振っておけば、はい、まあ、そのまま並べられますしっていうのもありますね。それを全然こうカットアップして別の作品もできますもんね。あ、できます、できます。面白いですよね。はい、一つ。どっちかに見えます。そうやな。並べ替えたそうやな。はい、だから。ようと思ってたんやろな。並べ替えられますよね。それを思って笑って。言うたな。今番号振るっていう前の瞬間。そう、なんかもちろん並べ替えても全く違う作品になりますし、1回でも作品になりますし。そんな。結構このなんか並べて作るっていうのはやってるかもしれないです。はい、確かに。なんか規則性、なんか指示体は割となんかなんていうんですかね、ピチッとするけど、なんか各モチーフというか、はい、のは結構抽象的。あ、そうですね。はい。あ、これは2019年の川西のライブペイント。で、初めに色を縦線をいろんな色でダーッと描いて、はい、後から真っ白に塗りつぶしていくっていう。うんうん、そうです。最後に真っ白になるんですよ。そうそうです。はい、最後真っ白になるっていう。はい。これって待ち火で、はい、2回目？あ、2回目、はい、はい、2回目のライブペイントですね。はい。1回目の時に、はい、矢口さんライブペイントされて、でその時にまあ中州さんが審査員して、あ、そうです。はい。くださって、はい、受賞したという。あ、そうなんです、うん、はい、うん、これ2回目の時です。そう、ちなみに、はい、今更なんですけど、はい、一応この川西町中美術館じゃなくて川西アートプロジェクト美術っていうのは、まあ、過去に川西と今更今更やなものすごい思い出したのはまさにこのことですね。あ、ゆかりがある。そうです、川西にゆかりがある。まあ、生まれ育ちがっていうこととはまた、うん、そういう方もいらっしゃるんですけど、はい、まあ、川西町中美術館で受賞された人とか、あ、はい、まあ、そういう、まあ、高田さんやったら同じ大学があって、うん、松村さんは1位って住んでた、うん、そう、そうですね、あ、そうなんですね、はい、住んでらっしゃるんですけど、まあ、そういういろんなところでございます、川西会館、はい、あ、すいません、はい、いいですよね、本当にプロセスとかパフォーマンスっていうその、はい、過程というか経過の部分に重きを置いて、最後は白くなるダッシュをする。もう真っ白で、うん、そう、一服を確かに描いてると思います。髪がすっごい、あ、すごい、髪がすごい。逆に面白いのが、真っ白になったとはいえものすごくなんか片鱗がずっと漂っているっていうのは、そう、もうなんかこう作品だなっていう。本当にどうしたんで、いや、もうないです。大丈夫ですか？はい、はい、いいですよね。本当にその辺のなんかあえてなんかこれは普通のなんかこういうなんか水気を含んでも何も変わらないようなタイプの指示体やったら違うんですけど、なんか矢口さんが書いたということが確かにそこに痕跡として残るっていうのが良かったですね。ビチャビチャにするってのすいません、ビチャビチャにする。はい、でなんかこの時思ったんですけど、矢口さんは、はい、まあ、一応ライブペイントっていうなんか手なんかではやってはいるものの、はい、でもまあライブペイントって何ぞやって考えた時に、うん、なんか定義もまだ曖昧じゃないですか、うん、いろんな人がいろんな、うん、文脈をたどって、なんかエンターテインメント的にやってたりもする人もいるし、すごくアート思考を強くされてる人もいるし、そうですね、なんか矢口さんすごい後者というか、なんかその様というか、なんかその人となりをそのままお見せするっていうこと自体が、なんかこうとしてのなんかこうアート性のすごい強いライブペイントやなって。ありがとうございます。これは参加型作品で、2019年の
1回目で、うん、大きさについてっていうのをやってて、あの、はい、来ていただいた方にこれぐらいの三角ってどんなんですかって言ってやってもらった、うん、だから、はい、黒い太い線だけ私で、あとの赤とか黄とかとか全部来ていただいた方の解釈、おー、だからもうアホみたいな大きい三角作る人もいたら、うんうんうん、1ミリに満たないような三角をピチって貼って帰っていく、早く行かれた方もいて、いろいろですね。最終的にこんな感じになったっていう。でマスキングテープ、あ、いや、あのビニールテープです。ビニールテープなんですか。はい、ここのギャラリーが、中もあの白で塗っているので、もうカバー自体もだからもうビニールテープでいいよっていうことで、はい、こういうなんか普通に来場者が参画するっていう、うん、なんかね、これこそなんか芸術を習って、はい、なんかこの辺はやっぱ、うん、そうですね。むしろそれこそショッピングモールとかでやったら、うん、面白いじゃないですか。面白いと思う。うんうん、ただその ショッピングモールとかでやるとこうなんですよ。どうしても現状復帰とかいうのが、はい、なってくるので、ね、だからそれをどう、うん、クリアするかが問題で、うん、あとはなんかその見に来られた人のもう詳細な顔とか名前とか、もちろんそういうことが情景で思い浮かぶわけではないんですけど、うん、でもなんかお互いのなんか、はい、なんか非言語ノンバーバルのしかも対面ではないコミュニケーションのなんか現実というか、あ、痕跡が残ってる感じがして、うん、実際その、途中で来られた方とかだったらこうこの色があるから、じゃあここにこの色持ってくるとか、うん、なんかそういう、まあ、あの全く知らない人が作ったもんだけど、うん、それにこうするっていうか、そういうのはありますね。なんかそういう意味では本当にみんなの気遣いであったり、優しさであったりとか、なんかそういうものの蓄積でできてますよね。うん、そうですね。なんかでっかい三角作っちゃったら、なんかそれをなんか、はい、ああ、でっかい三角あるから、ここにこれを配置してあげたら、なんか、立つかなとか、逆にみんなが同じ方向を向いてるっていうよりは、なんか誰かがあのシステムエラーを起こすっていうこともなんか社会的にあると思うんですけど、そこに対してなんか補うみたいなこともあったりして、そうです、なんかその辺は逆にここは強調してあげようみたいな感じ、いろいろあります。なんかもうそれぞれの考えが如実に出ますね。マスキングテープを使ってギャラリー展示したものなんですけども、はい、あのギャラリー 4面壁があるギャラリーで全部マスキングテープで埋め尽くすっていう、はい、まあ、じゃ少し、カラーのボードも使ってなんですけど、単純に即興でその場でっていう、はい、でこれが去年の3月の個展で、はい、今なんかずっとマスキングテープを使った今回のアステもそうなんですけど、はい、が多いです、うん、なんかすごくこれはシンプルで生産された、そうですね、もうひたすら線だけ引きましたって感じで、黒一色、うん、あ、灰色だけど灰色となんか規則性としては縦横っていう、あ、そうですね、縦縦横横の感じですね、はい、面白いですよね、建物にも見えるし、なんか雨のようにも見えるし、なんか沈んだ気持ちのようにも見えたりもするかもしれないけど、うんうん、なんかお互いがつながってないっていうところがなんかバランスを保ってる、そうですね、確かにつながってないですね、なんか場面が設計されてるようでされてない感じっていうか、その自由な解釈に委ねてるっていうところですね、そうですね、はい、つながってないっていうのがすごく意外とというか、すごく意味があるというか、うんうん、すごくドライにも見えるし、すごく、まあ確かに繋がってないイメージでも、あ、違うな、繋がってるから、もう目他も多分違うかな、あ、そうですね、はい、これはまあ面ごとによってちょっと違う、あ、そうです、そうです、なんか四角ばっかりの、どう三角ばっかりのとっていうのを、ね、あの面ごとで全部変えました、色も全部変えて、はい、はい。でもなんかこう、つながってないことで、人間の思いってなんか思いているように見えるから、はい、すごい自由度が高い作品に思われるから、うん、つながるとそこに固定されるから、ね、そうです、その動きがなくなる、そうです、画面がこう遮断されてる、そうそうそう、だからこう、つながってないことにすごい動きがあって、うんうん、なんていうの、まあ、
ごいシンプルで色もそれ一色二色だけやけど楽しい動きがある作品かなって、うんうん、ますます奥の壁のやつがいいですよね。作品のままなんかキャンバスか、ちょっとドローイングの作品のまま、はい、単調にならないじゃないですか。あ、そうです、はい、うん、要はそれがマスキングテープだから各会場によって仮説的に現れてるから、うんうんうん、なんか展示の一回性があって面白かった。展示ごとに遊べるみたいな、なんかマスキングだからこそなんかその仮説的であったりとか、まあ、仮説の二重の意味ができると思う、うん、仮説って設置の設置でもあるし、はい、説明の設でもあるし、仮説的にまあある意味ワーキングプロゲスというかずっと途中経験のようなも思うし、なんか そこに委ねているのは鑑賞者が見る自由な解釈っていうところなんで、はい、なんかその辺はこう矢口さんのキャラクターであったりとか、うん、作風であったりとかっていうところからすごく感じる、うんうん、これも全然テーマはなくて埋め尽くすということなので、うん、もうどう見ていただいてもまあそうですか、うんうんこれが、2015年かな、あの証券会社のショーウィンドウにギャラリーからの推薦参加の作品を展示するというイベントの一つで、これあの普通の布にあの赤い部分が私小学校の時に使ってたカバンを捨てる際にこうファスナーの部分だけ燃えるゴミにならないので右手で切って、たまたま全然これその時この形にしようとかじゃなくてダーッと切ってて、でな捨てる前になんかこれ使えそうみたいな、だから偶然と偶然が一致したっていうか、うん、っていうのをやって、ちょうどなんだろう、なんか戦争反対みたいなことをすごい言われてた時に、はい、でこうダンスこのまま行くと、こういられるのか、物が言えなくなるんじゃないかっていうような危険性を、で、なんか、ファスナーを閉じて展示することで、もう何も言えなくなってしまったっていうか、そういうような。一、う、個、んうん、がずっとこっちなんですか？そうなんです、はい、初めて展示した時はギャラリーで展示してて、はい、ギャラリーの壁にプチって、はい、こう押しピーでやってたんですけど、これショーウィンドウなんで、はい、こう壁がないので、はい、なんとか支えなきゃいけないということで、こう棒を立てて糸を引っ張ってる。これ棒か。あ、そうなんです。はい、なんか、その矢部さんのおっしゃってるなんかコンセプトとすごくなんか社会と接続しようとしてるというか、あ、その普及してたりとか、なんか延長線になんかアートっていうところもある意味、そうですね、それから社会って何かこう結合して何かこうコミットして変えたりとか、そういう思いにも閉じてるけど何かすごく可能性を秘めてるような手に思えてる、うん、そうですね、だから引っ張られてはいるけど、うん、そう外すもんでもあるみたいな、でもある意味こう良くも悪くも赤い糸であるみたいな、そうですね、うん、はい、うん、これは ドアが来たんで、まあ、そのドアをこう右と左で見てるとどこが何に見立てようかなっていうので、はい、で、なんかパッて浮かんだのが美容室だったので、はい、でこう美容室でへんてこな髪型になってますっていう。マスキングテープだけだとちょっとあれなんで、キャンバス作品組み合わせてっていうのをやってみて、はい、なんかこう矢口さんの作品で結構今回は割とモチーフがなんとなくイメージできるっていう、はい、そうですね、はい、あとはこうポルンというかこの線の幅が全部企画が決まってるので、あ、うん、なんかこうなんていうんですかね、ジュリアン・オピーっぽい感じがしたりとか、なんかこのハワイらしい感じがすごいやっぱ全面出てるんですよ、うん、結構今回
具象的。あ、そうですね、結構具象的でした。はい。あえてこのキャンバスで紙がちょっと失敗してみたいなところが、はい、なんかこう、こうチャーミングな感じですよね。はい、でもその知りたいの色合いというのはちょっとなんかこう、かわいいのを見て、なんか全部ネガティブなことっていうよりは、なんかそういうこともあるよねみたいな。あ、そうそう。なんかその左端の見てる人も変やなって言いつつ、自分の会話でもかなり変なんですよね。しかもちゃんと奥行きがあるというか、パンスがあって、あ、はい、うん、でも平面的な作品、そうね、うん、なんか、まあ、自分もこの辺ってこう髪型してみたいというか、もうどっかに入れてるかもしれないですね、うんうん、それが鏡、うん、あ、そうです、そうです、鏡でこう、うん、洗って、うん、なんかそういう商業施設として、まあそういうあれですね、はい、利用というか、そういう、そうですね、うん、まあ、なんか買い物とか、その何かを求めてやっぱ商業施設って来る、まあ、ただブラッとそうですけど、何か物を見るとかなので、まあ、そういう感じで一つの、まあ、格納っていうか、うん、そんな感じので作りました。なんかそう考えると、なんか今は仮囲いであるけども、今後こういう風になるかもねみたいな、if を想像する、なんか余地を与えてくれてるっていう意味では、本当になんかアート作品を展示することで、デザイン的になんか完璧に作られたものではなくて、なんか人のいろんな意思を介入する余地を持ったアートっていうことの方がなんか想像膨らむし、いいでしょうね。あ、そうですね、うん、ま、うん、人が入り込まれ、こう隙間のない作品は多分私自身も苦手なんです、はい、なんかどっかに余白が欲しい、はい、なんか自分の作る作品も隙間があるものを作りたいなっていうのはあります、うん、なんかまさに鏡っていうのは表現としてなんか見る鑑賞者に対して委ねられてるっていうようなモチーフに見えるので、はい、うん、なんか本当にそれを受け取るのはあなたですっていうことを言わんとしている気がして、あ、はい、だからその空いてる椅子に自分が座ってるイメージでもいいですし、逆に美容師さんのイメージでもいいですし、うんうんうん、自由にしていただけたらなっていうと思います、うんうん、確かに街を形成していくのは何よりやっぱり住んでる方、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。ハートフルな締めですね。ハートフル、あ、でもまだあります。あ、まだあります。あと20分あ、ごめんなさい、すいませんでした。いえいえ、はいはい、あとこれは3人展で、はい、海をテーマにした作品で、はい、折り紙を壁一面に貼ったっていう。で、一応下からこう深い深海からだん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 こう上に上がって、で太陽とか空っていうので、はい、もうひたすら折り紙を貼っただけっていう。ポストイットではないの？あ、折り紙にくっつき虫つけて貼ってってって。で、15センチ角の折り紙をただ貼ったっていう。うん、上に箇所だけ貼って下をひらひらにさせたんで、はい、ちょっと風を送ってこうひら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 って、実際の展示ではもうちょっと動きがある展示で、うんうん、はい、そうです、はい、あ、これは2019年の個展なんですけども、はい、これくらいってどのくらいの3回目で、分かってほしいということっていうので、うん、まあ、一人の人がある人を好きになって、その自分の好きな気持ちを分かってくれっていう、うん、で相手がどう思うかってことを全く考えてないんですね、うん、もうただ分かってっていうの で毎日少しずつ、トルソーなんです、実はこのもじゃもじゃしてるのが、はい、トルソーに紐を巻きつけていって、で最後私とトルソーが実は一体化してたんですけど、なんか一緒にぐるぐる回って、なんかその自分と一体化するって言って、うん、だけどその一体化した後でその人が気づいたことは、ただ君を愛してるってことだけだを伝えたかっただけなんだっていう最後の姿っていうのがです、うん、おー、うん、その期間中ずっとこう、そうです、作品自体がずっと動き続けて、作品、トルソーに毎日
巻きつける量を増やしていって、はい、で最後自分と一緒にぐるぐる巻きになったけど、うん、でそのぐるぐる巻きになった瞬間はなんか君をやっと手に入れたってすごい満足感に浸ってたんですけど、うん、いざ外してみたらなんかああ本当に伝えたかったのは君を愛してるってことだけやったよなっていう、うん、っていうなんか慣れの果ての、うん、なんかヤフーさんもなんかこう参照にというかなんかすごい影響を受けた作家さんとかっていうのか、はい、まあ、きっかけ私あの大学を全然芸術系じゃないので、はい、あこの世界に入るきっかけはもう舞台美術協会の方なんです、はい、そうです、うん、で特に本当の直接きっかけを与えてくださったのは、北洋蔵さんっていう方、はい、であと、まあ、あの高槻のギャラリーで堀尾さんを毎年されてたんで堀尾さんで、空気のメンバーでちょっと一緒に展示もさせていただいたりとか、はい、なんか舞台の方々を隠す点は全くないですね、はい、うん、でもそこもいろいろ絵として好きなのはモンドリアンとか、はい、ああなるほどパキパキっとした、はい、うん、あとあの陶芸家の八木和夫さんっていう人もだから、ね、あの想定者っていうのを呼んでみる、結構陶芸室のツボじゃなくて、はい、なんか一見なんやこれみたいな、はい、なんですけどその人の作品でも結構影響を受けてますね、うん、ああいろんな、もちろん僕も前からその舞台美術協会のあ、はい、っていうのは知ってたんですけど、はい、結構いろんなところからあるんですね、影響を受けて、そう、ね、うん、折り紙のやつを、はい、合ってたやつなんかは、はい、似た作品というか、はい、紙を正方形の紙を買っていくとか、まあ、アルミ板かわかんないです、はい、ですけど、今舞台の作家さんでありまして、おお、しおしりかどっかで見た気がする、白い紙かなんかのピースが、なので、ね、ちょっと忘れしてる、うん、多分なんかいそのピンポイントで誰っていうんだろうか、うん、いろんな人もはあると思います。はい、うん、もともとあの美術、実は大嫌いだったので、あ、そうなんです、そうなんです、そうなんです、実は。あ、そうだったんですよ。小学校とかすごい嫌だったんです。やっぱ中高もあの高校とか選択科目だったんで取らなかったこれ、はい、だからもう美大とか芸大に行くっていう選択肢は全くなかったんです、うん、だから大学入ってからなんで、うん、はい、うん、まあね、あのどこでどうなるか分かんないっていうか、うん、確かにそういう意味で空気堀尾貞治さんとか、はい、あの島野正蔵さんとかはすごくなんかそういう意味であのなんかこう自分でもできるんじゃないかっていうすごい、うん、その後押ししてくれるそうすごく自然体でいて、そうですね、本当になんかたまたまあの見た雑誌に芦屋の美術館の宣伝が載ってて、はい、なんかわからんけど面白そうみたいなのが言ってうん、なので、本当に今自分でも今の自分は不思議ですね、逆にそういう影響を受けて、その、はい、矢口さんがその表現されてる表現によってまたこう後押しされる人って結構 いらっしゃるような気がしてて、いてくださったら嬉しいですね、はい、だからそういうのってすごくいい影響力ってやっぱどんどん呪術つなぎになっていくような気がして、うん、素晴らしい、これは、はい、2018年の個展で、あの黒い部分があの透明のフィルムに貼って嘘の上に描いてるんですよ、はい、なんかあの壁に描きたいけど消さないといけないので、うん、消さずにできる方法は何かって考えた時に透明のフィルムに描くっていうなって、で、真ん中の緑のやつがあのさっき言っていただいた川西のライブメイトで賞、はい、をいただいた作品です、はい、収集なんかその話してたら、はい、いや、ブースさんめっちゃ気になるんですよねってずっとこうやって塗ってるんですよみたいな、なんかあの、聞き迫るものがあるそれは気になっちゃうんですよみたいな
多分それは本当にいい意味でそのシルシルさんでやってるフォームというか、はい、作法、うん、作法とは違う全く真逆のものやからこそ、うん、なんかそういう意味で例えばライブペイントっていうことについてで言うとなんかこうやっぱり解釈の幅を広げるっていうことがなんか結果的には業界自体の温度になるとも思うし、うん、なんかこういう形ですよ、定型ですよっていうことの増幅っていったらどっかでこう終わっちゃうような気がして、なんかシューシューさんはなんかライブペイントに対してもまあ勝手ながらこう愛がある方やなってやっぱり思ってて、はい、でなんかヤブーさんをフューチャーするってこともある意味ヤブーさんみたいにそういうライブペイントとは何ぞやってることをもう一度こう反転させるっていうことで活性化を狙ってるような気がしてて、時間が時間に制限があって書くっていうのが初めてだったので、はい、もうなんかオクラママに好きで終わったんで、はい、そういう思い出の、まあ、勝手にあれなんヤブーさん面白いですよね、マスカーというか、はい、こう覆ったり、はい、マスキングテープも結構別に使うんですけど、あ、はい、なんか結構あれじゃないですか、作品制作する準備段階のなんか準備で使うものというか、うん、なんかそれをなんかもろに作品のマテリアにしてるっていうのは、うん、的だな。ありがとうございます。はい、あ、これさ、これも2019年の個展で、はい、これくらいでどのくらいの長さについてっていうので、でこれも、会期中、初めそんなに糸垂らせなかったんですけど、はい、初日に来られたお客さんがもっとやっちゃえって結果的に在廊中ずっとなんか糸を垂らし続けたっていうで、700メートルぐらいの系統を使って、ただひたすら垂らして、もうただはい、垂らしてる、垂らしてるとか糸に絡めてどん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 垂れていくっていうか、はいはいはい、それで。でもこの個展をご覧になったお客さんで小学生かなを対象にした子、うん、美術教室されてる方が、はい、うちらワークショップでやってもらえませんかって、同じことをやりました。なんか毛糸だらけっていうワークショップで、はい、わーってみんなで、もう面白い、はい、やりました。直接つなげるってわけじゃないですけど、まあ、塩田千春さんの作品があるとしたら、なんかああいうことがポピュラーになってくると、逆にあの中に森美術館行ったんですけど、はい、いや、これって学芸員さんたちとか見てるけど、これ子供とかいたら絶対突っ込むちゃうかと思うじゃないですか。こういう夢を叶えるみたいな。あ、そうや、突っ込めます。衣装の中に絡まりたい。はい。もう、はい、やってもらってもいいし、うん、最後なんか、まあ、切っていって、はい、うんですね、切っていくっていうところまでが、いや、切るのはもう本当に終わって破綻室っていうか、はい、受けるだけなんですけど、うん、いいですね。なんかこういう糸ワークショップにおいても、はい、こういう色で何か暗示してたりとか、なんかそのメタファーとしてなんか赤を使うし青を使う人で何か主張するものがあって、私はここにコミットしたいから赤のビーチにつなげますけど、うんうん、なんかそういうのあったら、あ、なんかこう縮図的に、なんかいろんな人のコミュニケーションの、はい、なんか相対みたいにして、そうですね。なんかそんな感じです。なんかそんな感じです。あ、これは今回フライヤーに、はい、ウィズのフライヤーに使わせていただいた作品で、はい、5センチ、7センチぐらいのすごい、多分これがほぼ原寸大のような作品です。はい、あんた原寸大が。でも、むっちゃ小さい。あそこそこすいません。ごめんなさい。すいません。でもすごい小さいですね。はい、はい、こんな感じの。うん、で、はい、今、これも今3階に、学校に入って飾ってます。最近のヤブーさんの印というか、はい、なんか この作品があるとなんかこう全部つながっていく感じがして、そうですね、最近もこういうのばっかりやってますね、うんうん、はい、あとでも画用紙貼り合わせる作品も作ってます、はい、
はい、一番最初にその言っていたアイドル北陽三さんがそういうのをされてたんで、はい、まあ、それをやっていきたいなみたいなのがありますね。なんかいろんなバリエーションの方法があって、それをこう時々でアサンブラージュして、はい、合わせたりなくしたりとか。そうですね、どんどんパターンが変わっていくというか、うん、増えていくといいですね。はい、ありがとうございます。なんかこの作品もなんかそれぞれのなんか一点から波紋を広げているというよりは、お互いが関与し合っているような、いくつかの波がこう接触し合っている感じもするので、なんかそれ自体が矢口さんのそのコミュニケーションを大事にしているとか、参加型というところとも関係している気があったという作品。はい。はい、ありがとうございます。すいません、ダダッと言ってきますね。すいません、これあのすごいものすごい狭い、はい、半個室状態 のスペースに初めて糸を使った作品、うん、はい、でなんか海下を海に見立てて、で、まあ、これ排気中がこれ垂らして垂らして垂らして、うん、なんかそうなんですね、うん、はい、次でこれがマスキングテープを使って初めてやったやつで、あの同じ作品を右からと左からと撮ってるんですけど、はい、あの本当に狭い壁 であの、ギャラリーのオーナーさんがちょっと用事で出かけてくるって言わはったら、その間に作ってて、で帰ってこられて、これなえこんなんやったんやっつって、はい、でここからあのさっきの黒の縦線ばっかりのあの古典が出てきたんです。これギャラリー空、あ、そうです、そうです、空です。空の奥のクラスの方。あ、そうです、そうです、そうです。そこでやったんです。うん、はい、そこで。あ、で、これが、あの私、距離っていうのをテーマに作って、それのきっかけになった作品で、クロッキーを書いた、で、ハガキにコピーしたものをバーッと配って、丸見えの家にいるんですけど、隠したいとこありますかって言って、塗ってもらう。で参加型の作品 でいろんな答えがあって、でここからそのなんか距離についてっていうのをテーマにしていくきっかけに、うん、でもう一つ距離のテーマのきっかけはさっきちょっと言ったんですけど、その八木和夫さんっていう方の作品で、こう手と手がこうビュッビュッ合わせて距離っていうタイトルがの作品があるんです。でそれ見た時にすごい衝撃を受けて、それもあります。だからあのな A と B っていうだけじゃなくて、あらゆるものの距離を測るっていうやつです。あと歌うかな。あ、これと去年の、はい、去年のイベント個展で、ロールのキャンバスにもうひたすら色だけ塗って、でダーッとまっすぐ並べる。これも会期中形変えてやりましたね。でロールキャンバスはまたやってみたいなと思ってます、はいはい、ロールキャンバス自体をただひたすらビッと、はい、ただとか丸のままで少しずつ出して塗って、はい、こっちでまた巻いていってっていう繰り返しを会期中に。あ、色塗り自体は家の駐車場でやって、で持ってきてっていう、はい、多分5メートルぐらいはあったんじゃないかと、はい、なんかいつかでもこれだけでちょっと埋め尽くしてみたいですね。あ、これ、年末に川西市役所でやったやつで、はい、でこれもマスキングと文章のやつで、川西市の市民憲章にこう、はい、語り合う未来の希望明日の話っていうのがあって、うんうんうん、でそこから浮かんだ文章で、そこからインスピレーションが。あ、そうです、そうです。なんか明日の話ができるっていうのはすごい幸せなことだっていう、うん、テーマで、でだからご飯食べるとか、もう何気ないこともすごいかけがえのないことなんだっていう文章です。なんかそう見ると文章と、あ、そうですね、ちょっとこうしてる感じになります。これはもう監視市役所のちょっとロビーに、はい、もう今壁ごとなくなってしまいました。はい、壁ごと。
まさに仮設の扉で、ね、壁でしたもんね、はい、仮設の扉で作っていただいて、はい、期間限定アートですね、はい、うん、もう本当に川西市役所で今回長渕真理さんと加藤さんと松井浩平さん、はい、3人展示していただいたんですけど、はい、めちゃくちゃ、まあ一番これってなんかいろんな解釈できるかもしれないんですけど、うん、市役所の人がなんかすごい喜んでて、はい、結構市役所の何の反響みたいな話を聞いてたんですよ、はい、で意外と市役所を使う人っていうのはもちろんあの一般の市民なんですけど、うん、一番見る人って市役所の職員だから、あ、そうですね、なんか職員さんにとってものすごいもう何回も何十回も通ってるこの場所っていうのがリフレッシュすることによってなんか循環構造としてもなんか市役所の人だってやっぱり人間なのでなんかこう同じルーティンの中でちょっとこうああしんどいなってなったりするかもしれないことに対してのまあ高揚というかそれも本当はなんか必要な答えだと思うんですけど、そうですね、多分何十回も同じ説明をそうね来られた市民の方にされたりとかあると思うので、それ自体のプレゼンは市役所の人は自由にしたと思うので、市役所の人が見るっていうことは意外となんか一時はちょっとどうなんかなって思ったところもあったんですけど、いやでもすごくサイクルというか大きな循環構造で見たときにはこれはすごい重要なことやなと最近、うん、それこそ松村さんが言ってたまさにアートっていうことをなんかエディケーションとして教育普及プログラムが始まる前に聞いたことで、なんかね、あの日常の中にどう取り入れるかみたいなのは、うん、あのなんかそのアートが特別なものではないっていうのを、うんうん、そうですね、あ、一周回りました、はい、ありがとうございます、はい、ということで、もう実は30分切ってる、でも僕いや、でもいや松本さんないと、実はこれ展開としてはなんですけども、まあ第2部本当は第2部があったら、いいですよ、いや松村さん、まだもう髭じゃないやん、どんどんお話ししていきます、そうこれ川西やからとりあえず出ておいたんですよ、導入として、導入として、はい、いつでしたっけ、2018年か、そう8年の時に川西支店で、あ、そうなんですね、僕がその年齢制限ギリギリで出せるようになったから、あ、審査員がここにいる高田さんを知っていながら、向こうからはどうせ審査する時にバレへんやろうってバレへんかったね、だから誰かわからんと、それも意識した上で投げたら一席もらいましたよ、すごいびっくりした、ちなみに松村さん、最近2日前ぐらいに20歳になったんですよね、あ、これも始めるときだから、もっと捕まえぐらい、おめでとうございます、つい最近で20歳です、いやお酒を、え、これ何歳、これ16なんですよ、16、16のときっていうのは、その現代アートに対してのなんか自分としてはどういう認識やったんですか、あー、まあもともとその大体、それは多分高校2年生だと思うんで、ちょっと早生まれなんで、だからその高校1年生の時の16歳、15歳だった、まあ誕生日に来てなかったんで、その2月の頭とかなって、僕2月末が誕生日だったんで、はい、そうしたその前は大体、あ、そうですね、比例が最初、僕元のそのそうものを作ることの最初は比例から入って、うん、でなんか中学生ぐらいの時にそのいわゆるあの西洋美術ですよね、はい、そのレオナルド・ダ・ヴィンチとか、うん、ラファエロとか、うん、そういう西洋美術に一通りハマっといて、ハマっといてというか、そのハマっといて、というかハマって、テーマにハマって、ハマって、で、で、その次に出てきたのが、その現代美術というか、要は、なんだろう、僕は基本的に考えることが好きなんで、というか、あの、インテリチックなことに傾向しがちなので、と、はい、いうことをすると、まあ、要はそれが、その西洋美術の中世とかのこととか、まあ、リアルな絵を描くとか武将画を描くとかというかは、まあ、現代美術の方が近かったよね、なんで、だからでしたね、大きさがなんか F8 ぐらいのキャンバス3つ並べてて、中に塗装した木の枝が出てきているっていう、硬いもののところに真ん中から出てるんですけど、っていう作品でしたね、素材としてはある意味これも木キャンバスですね、
ャンバスにまた買うのぶち上げてきて、なんかこれは作るときにこの線を定規とか使わずに引いてるんですよね。おー、あの紐、はい、紐に絵の具とか、うんうん、ジェストとかを染み込ませて、要は、うんうん、自分のこの腕によるテンションで、うんうん、緊張感、緊張で線を作り出すっていう、すごい有機的な線と思ってて、定規とかの無機的な、要は工業製品だとか、うんうん、直線っていうものからこの線が出てきていたり、うんうん、線のないところから自らの身体で線を出して、それの関わりっていうので、うんうん、なんかある種、それでその、ちょっとここに写真だったら見にくいんですけど、赤く木を塗ってみるとものすごく血管みたいに見えるので、はいはいはい、そういうところと絡めて、うん、なんかそういう意味ではすごく身体的なフィジカルな作品ってことですよね、キャンバスを描いてる、まあ、審査員が横にいるんで公表してもらいたいと思います。まあこの時本当にまあね、そのインスタレーションに近い作品やなと思って、だいたい造形物やったり平面作品やったりするんやけど、この時は多分こう一個だけやったかな、インスタレーションに近い、うん、後ろのシュウさんのやつが、うん、後ろのシュウさん、後ろのシュウさんって言われた、これシュウさん、あ、シュウさんという方がね、このミズでもミズも出してるね、うん、でも、まあ、シュウさんのがね、でかかったけど、でその中でやっぱすごい存在感あったし、うん、でまあ、なんだろうね、すごい惹かれてて、もう一人の審査員の人もやっぱ一席やったんで、うんうん、でも年齢も何もないから、名前も、はい、どういう作家さんなんかなみたいな感じで喋ったけど、まさか綺麗な作家さん、あれってなって発表そう受賞してあれってなって名を見て、まさかこういうテイストもできるんやとは本当にびっくりして、でもまあいろんなことを考えてやってできるって考えることができるのが面白い、うんうん、今後もいろいろやるやろうなと思いながら、なんかさっき松間さんおっしゃってた、なんかその血管に見えたりっていう、なんか自分の身体に置き換えてるんじゃないかなと思ってて、それがキャンバスを影響して違う方面に行ってるっていうのも、なんかこういわゆるその定規で引いた線じゃなくて、定規で線を引いた時にキャンバスに収まるんじゃなくて、あ、定規で引いてるわけじゃなくて体で、あれあれ自分がやってるっていう、これを作ってる時は自分が線を生み出しているっていう、うん、なんか定規で引いた線って本当に、まあ建築学科によって、はい、その線を定規で引くってことを、まあ、ちょいちょいやるんですけど、定規で線を引くっていうのはもともとの定規の直線形を紙に写しているだけじゃないですか、うん、だからそれってすごい、なんだろう、転写的というか、うん、だとしたらそうじゃない線っていうのが、うん、すごいそれでできるのも面白いなと思って、うん、そこから着想を得てですね、また放射線状に最初に、これ作る時に考えたのは、そのなんかまあそれっていうその線の作り方っていうところと、その木に赤く色を塗ったら血管に見えるっていうのが、はい、着想のもとだったんですけど、はい、なんかそれの時に、要は、基本的に人間の体は心臓の一点に線が集まるようにできているので、うん、そこから着想を得る、うん、そういうことをしているというか、でだから要は血液っぽく見えるように、はい、だからその真ん中のキャンバスは白を線を入れてから上に赤が線を入れることで、なんか血がついてるみたいな、うんうん、あとは飛び散りみたいな、はい、そういうような絵が描いてきたら面白いなっていうふうに思ってたような気がします。4年前とかなんで自信がないですけど、喋りに自信があえて真ん中は着想してないっていうのがいいですよね。着想してないですよね。そうですよね。こっちにはこうお互いがクロスボーダーというか、ここがなんか関わってるわけじゃないですか。あとね、なるほどっていう、こういう切り絵をしてるんですよ、普段はっていう、うんうん、そうっすね、あんま喋ることもないっすけど、まあ、髪を切ってますっていう、なんか実はいろんなメタファーがある、そうっすね、これがその西洋美術的なものがあって、なんか受胎告知の
うん、ストーリーを人物抜きにして描こうっていう、要は蝶が飛んでたり、羊、子羊がゲスキリストで、ひらめきで、そこに白百合があったりしたり、羊、子羊の角がオリーブと、見にくいですけど、オリーブとバラに置き換えられていたりだとか、なんかそういうことで、直接的には描かないものの、まあ、人間を介在しない、ある種その伝達的な部分で、というか、物語の核の部分だけを取り出してたっていうか、その表面的じゃないですか、その、遺伝子が見えるが引っ越して、その受胎、告知体を告げるっていうのは、すごいその、なんか儀式的というか、表面的すぎるというか、その本質的なところだけを、ぼかした形で持ってこようかな。これ制作したのがいつぐらいですか？これの方が前なんですよね、さっきのやつは。なんかこれ高校2年生の10月、ね、2017年ですね。あれなんか展示会をいっぱいやってますよっていうか、その頃は結構キュレーションが、そうですね、キュレーションと言えるかどうかが全然足りないですけど、キュレーションにしてはなんか、グループ、学生のアートグループを2016年の10月から2019年かけて僕主催していて、高校生と大学生ぐらいを集めてやってて、まあ、それはそのやることが全部終わったんで解散しますってめちゃくちゃクソポジティブな解散理由で解散したんですけど、この新世代の革命展っていうのが大体10代後半から20代頭ぐらい、学生ぐらい、高校生と学生ぐらいの展示会を、東京と兵庫を巡回展にして、受賞者による選抜展という形で大阪展でやって、最後その全体を通しての最優秀者に個展をプレゼントするっていうことを主催してやっていましたねっていう、ちょっとええ感じの高校生やってましためちゃくちゃもう僕熱いっすねって半立ち感じで裏で見てるこいつらみたいな。これは東京やったやつですね。東京、展示会の企画をしたり。花びらとかも全部。あ、これ切り絵だから僕が展示会タイトルを制作して、こう壁に書いてっていうのが、ある種その、これ撮ってくれたら絶対こういうのつけといたら、ポスター的な役割してて拡散してくれるんで、なんかこの展示会その SNS、Twitter とか Instagram をめちゃくちゃ対応していて、そうですね、そうです、さっき、さっきもう松村さんがすんごいもう死なんですよ、本当にダメですよ、お叱りを受けよう、Twitter しろよ。なんかその辺の今の世代っていう、そうですね、だからこの展示は東京でやって、兵庫で巡回をして、その後大阪でやってっていうのが、大体そうですね、1300人ぐらい来たんですけど、まあ、簡単に言えば、高校生が1300人を動かせる力を作れるフィールドであるっていうことが、すごく面白いというのが、まあ、もちろん、まあ、いろんな芸術の手があるんで。なんかその拡散方法としては、なんか、松村さんとしての メソッドみたいなのあるんですか？これの時はものすごくツイッターやるのを考えましたね。例えば時間を合わせて出展者全員で拡散するとかをしたら、仮想フォロワー、自分のフォロワーが例えば2000人しかいなくても1万人の人がいるのでその同じ時に、ね、その出展者全員であれば一気に増やせるんでっていうこととかをやったりして、なんかいろいろ波を作ったり、結構なんか今思ってもようやってたなって考えてたような気がしますね。なんかめちゃくちゃ戦略的にやっぱり広報してますよね。すごいですね。じゃあ高さんどうですか？いやでも何にする人がちゃんと考えて広報してるから、それを10代の時からやってるっていうのは本当すごいなって思うし、まあでもそう考えてやっぱやっていかないと進まうことも多いから、ね、そうですね、なんか本当になんかその辺が努力が実を結ぶみたいなことよりもスローガンでやってきたっていうのはちょっと違ってきたんですね、はい、やればなんとかなるみたいな根性論ではちょっと難しい、まあね、作家さんおのおのでね、やり方は違うけど、まあ、俺もそんなに考えてあんまやってないけど、SNS はちゃんとやるとか、毎日、まあ、アートじゃないものを上げてるけど、
何かしらしてるみたいなのは上げてるから、でもなんかその見せるところがなかったりね、何か発表してなかったらやっぱ1年間あれ見てないなってなったらやめたんかなとかなるし、何かしらこう出てないと作家としては続けてるって意思がないとあかんなと思うし、まあ別に僕そのツイッター使うのうまい方じゃないいやいやいや、なんか全体見ちゃうんですけど、めっちゃ上げたいや違うんですよ、なんか言われてるまあ、そうでもないです、もっと上手い人はもっと上手くて、ああ、うん、そこが何だろう、僕はそんなに自分の作品を商品的にというか、 なんかあのデザインみたいな感じでいっぱい消費消化されたくはないっていうスタンスを個人では持って、そのキュレーションとか展示の企画とはまた別で、個人のスタンスとそれは別物なんで、まあ、いろいろなことがありますよね。いやインフルエンサー的には自分はなりたくはあんまりないと思う、まあ、ただこういう時をことをする、展示会を企画するとかいう立場になったら、うん、要は使えるものは使っていきましょう、うん、自分の立場に近いフィールドのものは使っていきましょう、うん、どうだったですかね。なんかそういう意味では松村さんはなんかこう、松村さんを見てるこうフロンティアもなんかこう全然こう定型的な紋切り型のアーティスト像ではないような感じがしてて、そうですね、うん、なんか別に僕作家志望じゃないんですよ、うん、作家一本でっていうのがその究極的な夢じゃないんです、うん、で別に、まあ、建築をやってもそうですね、やってるでも美術史っぽいこともやりたいなと思ってるんで、うん、今ちょっと次行っておきましょうか、あ早くそんな思いですよね、あれこれその時の僕の展示スペースの僕が展示した時のやつですね、なんか抽象画っぽい絵も描いたりしてます、っていうこととか思ったら問わずですね。で、公募もして、こちらから招聘もして、そうそう、東京店と兵庫店では、あの高校の同期にピアニストがいたので、今東京芸大行ってるんですけど、その人にその音響出店という形で、その音響もお願いして、あのショパンの革命弾いてもらったり、そういうので、いろんなことをしてっていうジャンルにやりましたね。その辺もやっぱりこう、なんかアーティストをサポートする上でのなんか全体のトータルなんかデザインみたいなところで結構考えるのがすごいなと思って、なんかそれがアートを考えてる世代がさ、10高校生だったりすると相当すげえなって、なんか僕らって言ったらダメなんかこういや僕の場合はなんか割とトライアンドエラーってさ、ちょっとしかもそれが恣意的な部分もあるから、やってみてこういう感じかみたいな、なんか着地を初めに明確に置いてっていう高校生だったらエラーがあまりできないんですよね、実質的にそのお金とか時間とかものすごくかかってる世代じゃないですか、だからエラーしたらそのリカバリーがやっぱりできない、要はなんだろう、僕一応その進学校と呼ばれる学校に通ってたので、そこまあ要は国立大学の理系の受験とかをするとなると、やっぱり時間のリミットもあるし、で学生でグループ組んでるって要は2年後には学生やってないやつらがいるって考えたら、今やらんと今失敗したら次がないっていう感覚はあったんで、要は成功かやらないかみたいな感覚があるんで、だからめっちゃなんかなかなかそれなりになんか勢いを演出するんですよ、外面的には勢い持ったグループやなっていう見せ方をする代わりに、施設の中ではめっちゃ考えてやってはいた気がしますね、なんか今よりも考えてるような気がでもなんかそういう意味ではなんかあの松村さん、まあ、難しくてなんかいろんな読み解き方が必要なんですけど、なんかこうしたたかに冷静に祭りをするっていうのはすごく重要なキーワードだと最近思ってて、なんかこう表向きには楽しんでもらったりハッピーなものを提供したりするけど、中ではすごく冷静であったりとか、戦略的に考えて自分たちの時間配分とか時間感覚ということに対して、まあ逆ある意味敬意を持ってるというか、自分をリスペクトしてるから、そういうことに対してすごくあの計算的にやってるのかな、なんかその辺はすごいですよね、あこの作品はこれがなんか山並みそこで歩いて今回展示してる、ね、私これすごい好きです、ね、すごいですよね、作品で大体横が50センチぐらいなんですけど、
ちょうどあの映像を撮影しに来た、はい、あの動画撮影者の方と話してたら、はい、これ何で描いたんですかみたいな、やっぱりそういう方がいっぱいいらっしゃるんですか。そうですね、なんか僕が最近やってるのドローイングパッドって自分でやってるんですけど、鉛筆とか、まあ、シャーペンとかの筆線をそのまま切り出すってことをやっていって、その密が濃淡に変わりますよねっていうのと、これをやってる時にその技術的なことを言うと、切り絵っていうのがなんか明暗をはっきりさせる、コントラストで表現するっていうのが、まあ、従来のやり方というか、もちろんそこが一つの良さでもあるんですけど、もうコントラストが良いよねっていうのを言い訳にして見ていない部分があるなっていう、である種それがぼかしだったりだとか、まあ、実際本物見たらもっとぼやっとしてるじゃないですか、これちゃんとカメラで撮ったやつなんでくっきり見えてますけど、もっとぼやっとしていて、なんか切ってるところを結局見せないっていうのは、それ僕とはなんか切り絵っていうのを、まあまあドライな言い方ですると、一つの技法としてしか見ていないというか、ツールとしてしか見てないんで、別にその細かさ自慢とかではなく、そうですね、そういうので、なんかボケた感じだとか、その曖昧な感じだとか、まあ、それなんか、その山の波形と、この作品のなんか、テーマが、山並みっていうタイトルをつけてるんですけど、奥の方見たら海じゃないですか。そうですね。そうそう、あの山並みっていうのと、まあ、五感がいいんで海の白波っていうのを言うとしたら、その2つが同じ波形を描くっていうことに着目していて、山の山並みっていう方は何万年単位のすごい長い悠久の時間を隔ててできた形なのに対して、海の白波っていうのが一瞬にしてできて一瞬にして消えていくっていう、すごく刹那的なものだけども2つが重なり合うっていう、その形状で重なり合うっていうことが自分の中の一つの発見としてあって、というのは考えとしてあって、それを形にしたっていう作品ですね。なんか切り絵の人たちからはそんなに評判良くない。そうなんですか。わからないですけど、山並みっていうのもアルファベットで書いてるから、ある意味あそうですね、予定したくなかったんですよね、そうなんですよ、いろんな解釈が出てくるでしょ。これってなんかこうレイヤーとして、ああそうそう、実物、まあ、これ写真撮ってる時もそうなんですけど、これ反射撮らないようにカメラで撮ってるんですけど、実は5枚ぐらいアクリルが噛んであって、実際に層になっているっていう、はい、なんか結構ね、見る人が綺麗だって思わずうーんって言って、割とあの悪い意味でもあるかもしれないけど、割とこう通り過ぎちゃうみたいな、そうですね、なんかある意味定型的じゃないけど、なんか見たことがあるなっていうような、でもある種そこを目指していて、切り絵って細かくて技術すごいっしょっていう、細いでしょかもせんっていう、そこの要は技術先行評価がものすごくあって、そこに一旦目を背けさせる、ただ細かいのを批判するというか、細かいののアンチテーゼとして太い線をただ単にやるんではなく、僕は細かい線を使いますよって使っときながら別にそれは見せないっていうのが陽気っていう、なんかそれをアウケーベンっていうのではないと思うんですけど、それをやりつつ、その自分が反対の立ち位置を持っているものに対してそれを使いつつ乗り越えていこうみたいな、ある種なんかもっとポジティブに、別に対立するつもりもないんで、そういう感じで、こういう、まあ、すごい面倒くさかったですね、これ。なんかある意味、その切り絵、わかんないですけど、切り絵の業界の中でも、なんかそういう、ちょっと一石投じるというか、なんかちょっと批評性を持った、その切り絵っていう業界そのものに対する、なんか一つの、なんか、大して力はないですけど、そこそこ問題意識は持ってる。その切り口自体がちゃんと文脈に残っているので、現代アートのコンテクストっていうのを理解した上で、なんかもっと綺麗に対して逆に言うと愛があると、まあそうですよ、そう、僕は愛がある人間なので、愛と情熱に満ちてる人間なので、だからもっと発展していた方がいいし、もっと作法としてもっとできるよっていう価値あるのに、ね、そこで安住していいのみたいな、そうそうそうなんですよね、なんかプレゼンしてる感じがするんですよ、なんかすごくなんかそういうなんかインフルエンサーになりたくないとはおっしゃってた反面でも、
なんかそういう可能性を秘めてるし、多分そういう和立ちを作っていけるんじゃないかなっていうのは思ってるんでしょうね。あ、そうですか。なんかめっちゃいい感じに言ってもらえた。あ、ありがとうございます。すいません。あれ、これ上下逆転しちゃってる。あ、本当だ。もうね、5時、あ、そう、あ、終わったか。あ、でも大丈夫です、大丈夫です。はい、もうちょっとやりましょう。スパイラルって今展示してる作品の一つで、うん、これもなんか渦潮とか台風だとかっていうエネルギーの形で、さっきのやつと結局やってるコンセプトの大枠骨子は同じで、銀河だとか、うんうん、次の額に入ったやつの方がいいですよ。ああ、そう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 、うん、これが、だからその額縁に出た作品、その時の写真なんですけど、うん、要はこの渦潮だとか、あとは銀河だとか、あとは台風の航空海図、うんうん、航空図とかの形状が同じ形をしていて、それが力のある流動的なものの、まあ、メタファー的なものとして自分が捉えていてっていうのは、さっきの波の重なりの同じ重なって見えるっていうのと同じで、でそうですね、それを、まあ、あとこれ白黒反転させたらなんかあのクレーターみたいに見える、そういう描き方もしつつっていう感じで、なんかこう、このスパイラルの作品見ると、なんか村上隆さんがそのアニメーターの彼だなとしていたりするんですよ。なんかそのアニメーターにすごいインスパイアされて、なんかあの独特の画風も描いてるじゃないですか、村上隆さんのスプラッシュペインティングであったりとか、なんか飛沫のような作品をあえてフラットに描いたりとか、なんかそういうのにもちょっとこう系譜としてちょっと入れてるのかなと思ってます。カノハの作品であったりとか、なんかそういうちょっとなんかこうのさくり回してるかのような、だから結構なんか、なんていうんですか、歪みのようにも見えるし、なんかひび割れのようにも見えるし、雷のようにも見えるし、でもなんかアニメーションのなんかこのバーッと移り変わるシーンのなんかこうパッと噛めた時のなんか瞬間のようにも、なんかそういうすごく、まあ、そんなディティールがこのさっきの山波とこのスパイラルの共通点が、要は見た時に一つのものに結局帰着しない、うん、その要は重なり合いだから、うん、要は帰着先がいっぱいあるっていうのが一つあるのかなっていう、でまあ何かこれは背景何か渦潮に見えますよねっていうのを最終的にその元として見せればいいかなと思っていて、うんうん、まあ、そう見えたなら何かその紙素材にすごいこだわっていたりもするので、うんうん、背景の音色の紙が合わせなんで。うんうん、要はその瞬間に渦潮や鳴門の海に接続されますよねみたいな、うんうん、トリティックなところも含めつつ、うんうん、まあ、あとはその神も今美濃にいる職人にお願いして、多分本当に日本で一番質がいい神を使わせてもらってるので、もう契約されてるんですか。契約されてるというか、まあ、その職人と仲がいいので、うんうんうん、どうやって知り合うんですか。彼も、彼というかその職人が若い方で、20代前半の方で、高校卒業後に入りされた方なんですけど、その方もその作家活動をされて、うんうん、そこでやっていて、というか新世代の革命展にも出ていただいてたんですけど、うん、なんか折り紙作家をやっていて、最近本を2冊出した23歳すごい、はい、そういうちゃんと旅行ですね。ねえ、なんか出会いがすごい素敵ですよね。そうですね、松村さんというか、必要な時に行くような人に出会ってるっていうか、うん、ねえ、すごいなと思って、で作ってもらってっていうことあ、これ拡大した画像で、あ、本当だ、結構繊維まで見える。これ500円玉よりちっちゃいぐらいの部分かな。100円玉分ぐらいのところの面積を拡大したらこれぐらいになりますねっていう、うん、繊維が見えますね、うん、すごいね、でもすごいいい紙なんで、シャープに線が出るというか、こうして見ても普通に綺麗うーん、なんかもっと画用紙とかやったらザクザクしてたり、なんか黒いのが毛羽立ったりみたいするんですよ、ね、それがまあ、それが切るのが下手じゃないっていうのもあると思うんですけどあると思うんですけど、すごい綺麗に見えたりだとか、うん、これ結構実はこっちの画面で見てたと思うんですけど、切ったところっていうのは
ちょっとなんか直角的じゃなくて斜めになってたりするんですよ。あ、うん、それってやっぱり切るときってこう切ってるんじゃなくて斜めに切ってたりするんですか。まあそこは手癖みたいな部分もあるのかなと思うんですけどね。それはなんかあえてなんか平面的な1枚の紙だと立体感出たりする。まあ、2枚重ねて切ってるんですよね。下絵と足を重ねて切ってるんで、そうですね、その下絵の紙の方がその和紙よりも強度が低いんで、結果的に下の和紙、もちろんその作品になるのが下の和紙なんで、下の和紙に対してあの照準を当てて紙、あのナイフを滑らせていくっていう手順なので、まあ、そこで要は自分が見ている紙と切っている紙っていうのはちょっと違ったりする、まあ、両方切ってるんですけど、ですね、っていうところでした。あ、でこれがその折り紙、その和紙職人兼折り紙作家と、まあ、もう一人の折り紙作家と僕で3人展を去年僕がキュレーションしてやったやつですね。結構なんか右の向こうにあるようになんか小立てしたりだとか、あのこの重機作ったりだとか、こういう展示の方法だとか、どの出展作品を真ん中に置いての折り紙作家の人の試作をこう置いてみせましょうっていうことであったりだとか、なんかいろいろそういう。本当に超って書いてます。そうですね。結構真面目にやってなんか3時間ぐらい解説トークショーみたいなやりましたけど、去年の3月のコロナ始まるギリ手前みたいな。まあ松島さんやったら時間足りないよな。じゃあ次行ってきます。次行ってきます。あ、ではそう、さっきの山田さん時間大丈夫ですか？もう大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんかこういう重機とかも作ってましたよっていう展示の仕方のプレゼントかな。例えばまあ僕が実際にやった上にこの奥にある作品が一番奥ですね、折り紙作家の方のドラゴンの作品なんですけど、それを展示するときに下にガラスのものを置いてもらったりとか、いろいろそういう展示の方法を、そういうのにもいろいろすごい実務的な展示の構成とかもやっていたりしますね。これは僕の作品じゃないんで、その辺もね、なんかこうなかなか特に若い方だったら展示経験も少ないと思うので、こういう展示で披露するってなると、そういう時にやっぱり同世代で、まあ、ある程度共通の認識もあって、同じような共通言語を持ってて、しかもでもちょっとこう先を行ってる人がいて、ロールモデルがいてっていうのは結構軽度だったりしますね。もっとみんな重宝してくれたらいいのになもっとみんな呼んでくれて、発掘されへんかなこの人。いやでも結構いろんなテレビとかで感じてる。で、そこあの DM デザインとかもちょいちょいやったりするのでっていう、さっきの三平の刺繍っていう展示ですね。要はそのコンセプト立てとかももちろんしてたりするので、その、まあ、今後の展示はある種その3人の作家の作品群を刺繍として歌ってきて、刺繍っていうのがいろんな詩が何個も入っているもののことを刺繍っていうので、要はここの作品群っていうのがある種刺繍に置き換えられるなっていうのと、まあ、あの紙で。あの五感が良いのとか、そういうのも含めて、この時は世代的には一緒。ああ、同世代ですね。その上のドラゴンの人があの僕の真ん中の木の影を作ってくれた。ご本人もアーティストとしても活動されてるっていうのはすごい。そういう意味ではまあ勝手というかある程度は理解し合えるっていうことでしょうか。だからオーダー的なものを作ってもらえたりだとか。ああ、お前作った作品手で持ってみましたよ。綺麗に撮った写真ですね。なんかその、これはなんかその今までのなんかカチカチした話とはまた別で、僕ダリアの作品を好き好んで作ってるっていう、そのある種趣味的な部分を持って作ってるんですけど、なんか日曜とか的なテンションで作ってるんですけど、なんか日本画っぽい遠くから見たらなんかそういうような感じだとか。いうのを意識したりしてて、ですね、このドローイング自体は何でまず描いてるんですか？まあ、鉛筆で描いてますね。鉛筆とかの写真とかを使ってで、シャッシャッシャッとこう、シャッシャッ描いたりして、いや、基本的に描き込んでますね。これを描いてるというか、そのままの線を取り出すので、あ、はい、描いたものを切っている感じですね。そういうわけでした。あ、で、あ、この辺変わってるけど、まあ、
たまに絵持ってきますよ。でさっきの同じダリア、さっきのダリア、向こうの方の展示の正面に描いてるやつのアピールがあった。横向いてるし、まあ、そういう感じです。あ、でこれがこの間、これもまた今日、今展示します。え、あ、そうですね、これ正面に今回ですね、去年の12月にこれも僕が企画をして、まあ、あのキュレーションというのがプランニングをした展示なんですけど、それは築250年の古民家を使う展示で、なんか若い世代でやってくださいっていうのをギャラリー側からのリクエストが出てた展示だったので、同世代を集めた上で、まあ古民家でやるんだったらその場所を強く生かしてやりましょうっていうのを、まあ場所性が強いですよねっていうのを僕が言ったからには僕がやらないとあかんなっていうことで、アクリルに挟んでこう吊るすんですけど、そこのこっち側、この画像じゃない反対側が壁で、奥が障子なんで、その奥は作品からすると右側からしか外光が入ってこないっていう感じで、縁側みたいなのがこの側にあるんですよね。だからその時間の変化イコール光の量っていうので、どん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 こう、これ一番明るい、もうちょっと明るくなったらどん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 こう、はい、薄く一枚の紙みたいに透過していくっていう、この紙自体がすごい薄い紙を作ってもらってるんで、この下のところとかも結構これ、台紙の紙があってその上に切り絵が載ってるんですけど、なんか一枚に重ねられてていくみたいな、で角度によって変わっていくし、時間によっても変わっていきますよねみたいな展示方法も含めて、これはなんかやっぱりまぶりのない紙だからこそこういう、そうですね、薄いからその透過性があったりするというのはあると思いますね。はい、これかな。ああ、まあこういう風に展示を、さっきの同じ展示ですね、その右下にちょろっと映ってる障子がさっきの障子の続きで、こういう風に同世代の作家の左側の方は漆の方なんですけど、金沢美術工芸科大学で漆学ばれている方の作品を、まあ同世代っていうことだったんで、もともと僕がやっていたそのアートグループがあって、それでも出展していただいた方をまた呼んでやってるようなことですね。こういう印象面の違いだなとか、こういうなんか、なんですかね、こういうなんか書院とか床間とかがすごく合うっていう、右の画像でもしかしたらわちゃわちゃしたのかなと。こういう風にディスプレイ的な、僕の作品ここに映ってないんですけど、この作家さんの作品をこういう風に和室の中で、デザインするディスプレイする中で、ある種そのさっきの漆の方は漆のあの作品1点しか出してこなかったんですよね。他の人10個とか持っていてるのに、っていう中でやっぱりその区別するっていう意味でも、さっきの人は違いだなんとこ、片方にプロフィールボード、片方に作品ってすげえ贅沢な使い方をしてっていうか、ある種その緊張感だとか、部屋によってテーマを変えるだとか、こうな、基本的に僕がする展示は過去に、ね、過去2個に関してはその正立てっぽいというか、区分けをゾーニングをしていくみたいな感覚でやってたりしますね。ここに人の作品が載ってないです。人の作品で喋ってます。あ、これ最後じゃん。あ、そうですね、これ今回新作ですね、なんかオリジンってタイトルをつけた気がするんですけど、ギリギリにできた、これの搬入の日の深夜2時に搬入できたと。もう映像を撮影する際にもこの作品をめちゃくちゃいっぱい撮ってください。そうですね、版画みたいな形のテイストにしてみようっていうのと、まあ、漆のその細胞分裂とか細胞だとか、今ちょうどそのここ1年の話題のほとんどがウイルスなんで、あれ、そのウイルス的なものとかウイルス的なイメージっていうのが実は自分たちの中にもあるし、自分たちのその起源でもある、ある種の受精卵的な感覚だとか、その細胞分裂分岐、そして自分の細胞の中にもあったりするみたいな、そういうものをイメージしてっていう、作品を作りましたね。で、その僕がそのドローイングカットって言って筆線を細かくするがゆえに、こう見ると切り絵みたいに白黒だけじゃなくてグレーとか見えたりグラデーションだったりして、まあ、視覚的にもそっちの方が面白みもまた別の面白みというか複雑さが出てくるんで、話でした。いやー、素晴らしいです、ね。まあ、実際にこの作品も展示されているので、ぜひ明日までの展示もしよかったら見ていただきたいなと思います。で、実はこれ、これから
クロストークの予定があったんですけども、すいません。もう2時間超過してしまったので、映像担当の山田太郎さんも本当になんかもうすごい。そうないよ。もうすごいいい時間になってしまって、まあ、時間もだいぶ超過してしまったので、まあ、改めてまた別の機会でいろいろと話を延長戦をできればと思ってますので、はい、まあ、今後の、ね、アートシーンというのはどういうふうになっていったらいいんだろうか、なんかどういうことが問題かなみたいなこととかね、なんかそういう前向きな、ある意味前向きな話っていうのも、まあ、今後していけたらいいかなと思います。でまあ、今回川西アートプロジェクトウィズっていうプロジェクト企画なんですけども、まあ、明日まで展示は終わるんですけども、まあ、何かしらの形でまた、形を変えてになるかもしれないですけども、まあ、継続してこの川西の地で、アートプロジェクトを続けていきたいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします、はい、ということで、ちょっと時間がだいぶ超過してしまったんですけども、聞いていただいた方、いるのかわからないですけど、います、います。あ、いらっしゃいます。いらっしゃいますよ。しかもこれ、アーカイブで残るんですか？残ります、残ります。あ、アーカイブで残るので、後でも見ることができるので、はい、この話、ちょっと後で聞きたいなと、高田さんの部分だけちょっと聞きたいな、松村さんで聞きたいな、矢口さんで聞きたいな、僕のはいいかなっていう、なんかそういう場合にはまた後で切り分けてね、アーカイブで見ていただければと思います。じゃあ、皆様、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。